それでは定刻になりましたので、これより東京 SME インドセミナーを開講させていただきます。本日の司会進行は主催者である東京都中小企業振興公社大事務所の職員の沢根が務めさせていただきます。東京 SME インドセミナーは、タイ周辺国の最新動向に関する情報提供の場として、インド市場概況や日系企業の参入事例、今後の可能性についてセミナー形式でお届けするものです。本日のセミナー中に、ご質問等ございましたら、ぜひチャットの方でお寄せいただければと思います。すべてのご質問にお答えいただけない可能性もございますが、可能な範囲で Q&A セッションで取り上げさせていただきたいと思います。続いてアジェンダの方をご紹介させていただきます。本日は3部構成となっております。第1部、第2部ともに60分といたしまして、インド市場概況やインドにおけるビジネスフォーム等の観点からご講演をいただきます。間で5分の休憩を挟ませていただきます。第3部では Q&A セッションとして皆様からいただいたご質問等を交えてディスカッション形式で送らせていただきます。最後に当社の紹介させていただいてお開きといたします。それでは早速第1部に移らせていただきます。第1部はインド市場最新概況、日系企業の成功、失敗事例から見る参入可能性と題しまして、UJA グローバルアドバイザリーの荒木様にご講演をいただきます。荒木様はインドビジネス歴21年を超え、これまで数多くの日系企業やインド企業に対し、マーケティングとコンプライアンスの観点から様々なコンサルティング、アドバイザリーをいただきました。在インド歴も19年ということで、現地専門家として現地外給や製品を分けるポイントについてご教示いただきたいと思います。それでは荒木様、よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。ただいまご紹介預かりました。UJ グローバルアドバイザリーの荒木と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日は1時間ばかりお時間をいただきまして、現状のインド市場の概況であるとか、なんでインドに入るべきなのかとか、もう一つ事例として日系企業、インド在住の日系企業様の成功事例、失敗事例をご紹介しながら、インド参入のヒントになっていただくような情報をご提供できればいいと思います。よろしくお願いします。本題に入ります前に、まずインドを紹介するビデオがございますので、それを、ご覧いただきます。
はい、ありがとうございます。少しインドに対する、印象が変わったんではないかと思います。本日は、4部構成、まあ、弊社の説明を加えると5部構成で、セミナーを、開始したいと思います。弊社 UJ グローバルアドバイザリーは、1996年に設立されまして、まあ、創業28年になるんですけれども、インドには、プネの本社以外に我々がおります、グルガオン、ムンバイ、バンガロールと4拠点で対応させていただいておりまして、海外には、まあ、創業以来ですね、弊社は外資系に特化したコンサルでございまして、今まで大体9割近くが、海外からインドにエントリーされるお客様に対応していると、まあ、マーケティング並びに、会社設立からコンプライアンスまで、ワンストップで対応しているという体制を取らせていただいております。で、その中でも特に多い、日本と、イタリアとフランスに関しましては、それぞれに、弊社の支社を設けておりまして、日本の東京には、弊社の日本代表が、在住しております。で、日系企業対応としましては、私以外、3名、トータル4名で、インド参入をされている日系企業さんを対応させていただいております。で、まあ、弊社のサービスとしましては、その参入前からの市場評価に始まって、参入後会社設立、そして、まあ、会社運営するためのコンプライアンスと、ワンストップで、すべて内製で対応させていただくというのが弊社の特徴でございます。で、これは一部、今までインドで、取引をいただいている日系企業様の、一覧となっています。はい。で、次、本題に入ります。まず、最初に、まあ、インドはどんな国なのかっていうのを簡単にご説明しようと思います。先ほど冒頭にもありました通り、去年の7月に、人口が、14億2700万人と、世界一になりました。で、国土としましては、日本の約9倍、そして、まあ、ASEAN の約7割ぐらいの国土をしましたとして、宗教的にはヒンズー教が圧倒的に多い。ただ、その意外と知られてないのが、このイスラム教徒が13.4%いるっていうことで、人口ベースでは世界に2番目にイスラム教徒が多い国っていうところが、インドの特徴であります。で、公用語はヒンディー語なんですけれども、まあ、インドっていうのは本当に東西南北で話す言葉とか慣習が全く違うような、まあ、EU みたいな市場ってこともありまして、指定言語は22言語あって、ほとんどインド人同士でもヒンディー語での会話であったりとか、英語でのコミュニケーションがメインとなっています。GDP も今、世界5位で、購買力に関しましても世界第3位になってますので、どれだけそのインドの市場が、ポテンシャルが高いかっていうのを表しているかと。で、最近は中国がいまいち調子が悪いということで、結構インドにフォーカスが当てられている傾向が強いんですけども、相変わらずその経済は強気で、2022年度は6.7%で、2023年度に関しても7%内外で推移しております。で、まあ、他国と比較したら当然そのインド最大の市場ってあることと、あとインドを拠点として中東アフリカへの足がかりになり得るっていう部分と、まあ世界有数の労働力があって、まあ平均年齢27歳なので、この先何十年もまあ労働力は全く問題なく推移していくっていうこと。ただ一方で、インド参入にあたって、特に製造業の方々は非常に関心が高いと思うんですけど、まだまだその電力とか水とか、あとは道路のインフラ、ロジスティックに関する部分は、まだまだその後進国であるってことは否めないっていう状況ではございます。GDP に関しましては、サービス産業が54%。産業は26%で、特にこの産業の中の、製造業をなんとか伸ばして、政府としてはまあ50%ぐらいに上げたいという
望みがあって、まあ、それを推進するために、そのモディさんが、メイクインインディアというプログラムを推進しております。で、まあ、そのメイクインディア、要するに外資導入を、推し進めるということで、ここに書いてあります、14の項目に対して、インド政府からいろんなインセンティブを提供して、まあ、海外からの投資を促すということに、注力しているっていうのが現状でございます。で、その中でも、じゃあ日本企業にとってどの部分が、参入機会があるのかっていう。もちろんその製造業の中の今でも50%内外は、自動車自動二輪関連の、ビジネスでございまして、で、なおかつ、まだまだそのペネトレーションが低いっていうこともあって、この先、しばらくは、その、やっぱり自動車自動二輪に関する、その、ティア1、ティア2、あるいはティア3の、部品のメーカー様には非常に大きなチャンスがあるかな。まあ、あと、その、各、日系企業に限らずですけど、自動車産業、自動二輪産業のメーカーさんは、現状をどんどん進めてるっていう背景もありますので、やっぱりその、日本から輸出してやるビジネスよりは、最終的にはまあ最低でもインドでアッセンブルして、インド国内で供給するっていう体制が望まれているっていうのが背景にあります。まあ、それ以外は電子部品、インフラ、食品加工、物流、廃棄物処理、まあ、この辺、日本企業にとっては非常に強いエリアではあると思うので、十分参入の可能性が高いというふうに考えられております。じゃあ現状、その日系企業がどれぐらいインドに進出しているかっていうのがこの表に表れておりますけども、まあ一時そのコロナの間ですね、進出企業数は若干下がったんですけども、去年のその、まあ日本のゴールデンウィーク以降はですね、日系企業さんの問い合わせも非常にやっぱ急増してたりとか、あるいは参入、新たに参入される企業さん数がどんどん増えてるっていうのは、その、在インドの、商工会の方々からも情報をいただいているので、まだまだこれからどんどん伸びる傾向であるっていう。で、その先ほど申し上げたように自動車産業がやっぱり圧倒的に強いってこともあって、我々がオフィスを構えております、グルガオン、ハリアナ州にあるグルガオンに、その、マルチ鈴木さん、鈴木さんのインド法人と、あと、ホンダ二輪さんが、その製造拠点を持たれてるってことにあって、この辺がやっぱり中心となって、まだまだ伸びている。で、最近目立っているのは、その、鈴木さんが工場を使えたグジュラートだとかに、少しずつ日本の、メーカーさんが入られてきて。で、南に関しましては、その、タミルナード州が圧倒的に多いんですけれども、その、まあ、土地の値段とか、に関して、隣のその、アンダラプラディッシュ州っていうところに、まあ、日系企業を対象にした工業団地とかができて、そこに少しずつ、参入が増えてるっていうのは現状の報告です。で、まあ、後々説明しますけど、インド参入するにあたって、まあ、もし独資でですね、インドに参入する場合は、ここに出ております、その、ジャパンインダストリアルタウンシップと、いわゆるその、日本企業専用の工業団地を、ご利用されることをお勧めします。まあ、メリットとしては、ここに書いてある通り、土地購入が簡単。まあ、実際購入でなくて99年リースなんですけども、あとはその、水とか電力のインフラが比較的整備されている。で、許認可が取りやすい。で、インセンティブも、数多く用意されてる。あとは、その、まあ、日本人がそのエリアで住むにあたっての、まあ、サービスが他のエリアに比べると充実してるっていうところがメリットとして挙げられます。次にですね、インドを牽引しております、モディさんについて簡単にご説明させていただきます。モディさんは、2004年に首相になられて、今2期連続で務められておりまして、この2期の間にやっぱりインドは相当変わっていまして、で、特にその目立っているのは、その税率、GST という、
法律を導入したことによって、まあ、週またぎ税がなくなったりとか、税金に対する税金がなくなったりとか、今までかなり複雑だった税体制を、かなり簡素化したっていうところが非常に大きな功績であるっていうことと、あとはやっぱり、日本はまだまだ遅れてるんですけども、デジタルインフラを一気に進め、行政に関しても、民生に関しても、デジタルインフラを進めて、インドがどんどん発展したっていう土台を作られたっていうところが、やっぱ、モディさんの大きな功績の一つであると思います。あと、政治家のトップとしてですね、SNS を非常にですね、有効に活用されてまして、Facebook では4500万人のフォロワーがいて、こと Twitter に関しては9000万人のフォロワーが現在して、これは世界の中でも政治家のナンバー2というふうに言われています。ナンバー1はトランプさんだと思います。それでですね、さっき申し上げたそのデジタルインディア政策に関してなんですけど、まあ、具体的にどういうことをしたかって言いますと、まずそのインドの総務省の主要によって、まあ、申告であったりとか税金の支払い、登記等の手続きをすべてオンライン化にしたっていうところが大きいと思います。それによって、まあ、政府の持つデータベースが可視化が進んだというところが強いことと、あと我々のような外国人がインドに参入するにあたって、その登録であったり、ビザの延長だったりっていうのも、FRRO っていう、まあ、移民局に行って何時間も待たされるっていうのは昔の常だったんですけど、まあ、モディさんが首相になったことによって、我々もそういった何時間を無駄にすることがなくですね、オンライン上で手続きが完了していったっていうこと。で、あとインドの、まあ、特に貧困層とか貧しい方に対して、オンラインにつながるインフラをどんどんやっぱり推進していったっていうところが大きいんですね。まあ、全国の村にブロードバンドを整備したりとか、大学とか専門学校に Wi-Fi を設置したりとか、この辺が、まあ、州政府であったりとか、地方政府主導でどんどん進めていったっていうことが大きいと、あとはその後で簡単にご説明しますけども、価格破壊を起こすために最高発の、通信事業者を導入したっていうところも大きいと。で、もう一つ、これは日本と大きく違うのは、UPI を導入して、まあ、UPI って何かっていうと、オンラインの決済システムなんですけど、すべての金融機関がオンラインでつながっていて、その自分の口座から、アプリを通して支払いができるという、システムで、何がこのインドは特徴があるかって言いますと、この UPI を運営しているのが、まあ、政府なんですね。で、それによって、その使用料がかからないということで、どんどん UPI を使ったそのペイメントシステムを導入している企業が増えていったっていうところが大きな背景にあると思います。で、もう一つは、この UPI を導入して、PayTM であるとか、Google Pay っていうのが、アプリとしてどんどん活用されるようになったんですけど、それをさらに推し進めるために、モディさんが取った施策が、高額紙幣廃止政策。これは日本でも多分ニュースになって皆さんもご存知だと思うんですけども、表向きはそのブラックマネーのあぶり出しだったわけですね。で、これに関して、モディさん、僕もリアルタイムでこの演説は聞いたんですけど、モディさんが皆さんに国民に対して行った演説の一部を、録画してありますので、これをご紹介します。Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight tonight, that is 8th November 2016. This means that these notes will not be acceptable for transaction from midnight onwards. The 500 and 1000 rupee notes hoarded by anti-national and anti-social elements will become just worthless piece of paper.
the rights and the interests of honest, hard-working people will be fully protected. はい、本当に突然の演説で、全く前触れなく、流通している500ルピー札と1000ルピー札、日本でいうとこの、まあ、1000円札と1万円札みたいな存在の紙幣が、明日から使えなくなると、モディさんが発表されました。で、もし日本で同じようなことが起こったら、多分相当なパニックに陥ると思うんですけど、まあ、僕はその、びっくりしたのは、意外と人人は平然としていたところですね。まあ、もちろんその、紙幣交換のためにこの下にある写真のように銀行に長蛇の列で並んだりっていうのは現象としてあったんですけど、意外とパニックってなかったっていうのが私の印象ではありました。で、そのこの時もモディさんがそのブラックマネーの炙り出しっていうことを前面に出してたんですけども、実際は、ブラックマネーの炙り出しは全くできずにですね、旧紙幣の 95% 近くはもう回収されたんです。で、まあ、裏話とある、してあるので、当時、その旧紙幣の交換は4000ルピーまで、何の証明もなく新紙幣と変えるっていう、法律がありまして、それに則って皆さんが持ってる、旧紙幣を新紙幣に、銀行で変えたんですけど、まあ、それをうまく使ってですね、まあ、大金持ちの人たちは、その、近くの農村の人たちを集めて、それぞれ4000ルピーずつ渡して、これを新紙幣に変えてきたら100ルピー、200ルピーを上げるっていうことをやられたっていうことが多分今年明かに。それによって結局、そのブラックマネーが全部ホワイトマネーに合法的に変えられたっていうことがあるんですけど、ただその政府の目的は、その表向きで言ってたブラックマネーではなくて、そのさっきご紹介したまあ UPI をさらに推し進めるために一時的に紙幣の流通を止めたかったんですね。で、それによって、その半ば強制的にこの PayTM だろうとか、GPay を使わざるを得ないっていう状況において、モバイルペイメントを促進させたっていうのが非常に大きいと思います。で、まあ日本でもこういった UPI 導入できればいいんですけど、まあ、なかなかその金融関係にはいろいろな話があるので難しいのかなっていうふうには思います。はい。次のセクションですけど、ではなんでですね、インドに、行くべきなのかっていうのを、順を追ってご紹介したいと。まずですね、この世帯所得の推移を見ていただければわかると思うんですけど、私がその最初にインドに赴任した直前ぐらいの2000年から、2020年、この20年間でですね、その世帯所得、あるいはまあ可処分所得が非常に変わってきてるという。で、その2000年の頃はもう圧倒的に貧困層が多くて、そのお金を使えるインド人が圧倒的に少なかったんですけども、まあ、2020年の時点ですね、国民の8割が、まあ、B2C ビジネスのターゲットになりうるぐらいな、市場になってきたところが、まあ、インドの今の特徴で、まあ、今年はもう2024年なんで、さらにこの数字は進んでおります。で、これは2022年度ベースのデータなんですけど、小売市場はもう160兆円市場となっておりまして、その中でも e コマースが、非常にやっぱり高い成長率を伸ばしておりまして、2014年時点で 1.3 兆円だった市場が、2022年度ではもう9兆円まで膨れ上がってまして、もう10兆円に近いなるのはもう時間の問題というふうに言われております。で、この右側の図にある通りですね、そのいわゆる耐久消費財ですね、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等はまだまだ普及されてなくて、まあ、エアコンに至ってはですね、全インドでまだ 10% も普及されてないんですね。ただまあ残念なのは、その多くの日系の、家電メーカーさんがなかなかインドでは苦戦してる。で、まあ中にはもう撤退されてるところがあるっていうのはちょっと残念なんですけども、
待機消費財だけを見ても、まだまだ市場ポテンシャルがこれから右肩上がりであるってことは、これで伺えると思います。で、さっきもご説明した通り、そのモディさん主導でですね、このジオっていうですね、再開発の通信事業者を導入しまして、まあそのジオっていうのはリライアンスグループっていう、まあインドの二大財閥の一つなんですけど、非常にまあモディさんとの関係がありまして、裏でどういう話をされたかっていうのは私も存じ上げないんですけども、まあそのリライアンスを使って、まあインドのデータコストを一気に破壊していった結果、インド国中の、庶民の人がオンラインにつながることができたっていう。まあ、この右側の1ギガコストを見ていただいてもわかるんですけども、2016年から一気に下がっていまして、で、当時そのシェアを二分してたエアテル・ボーダフォンは下げざるを得ない状況になっていて、で、今では再開発のジオが、まあ、トップシェアを持ってるっていうところまで上り詰めています。まあ、これは日本とかに比較しても非常にやっぱ安いというところがあると思います。で、まあ、結果として、オンラインにつながるユーザーもどんどんやっぱうなぎ登りに伸びておりまして、その、ここで左側のインターネットユーザー見ていただいてもわかると思うんですけど、まあ、ジオが入ったタイミングから一気に伸びて、して、今はもう6億人の人、まあ、国民の半分近くがオンラインにつながってるっていう状況まで来てるのと、スマートフォンに関しましても、その日本とは違って、その通信事業者が販売してるんではなくて、大型家電店とかで販売して、で、SIM フリー、基本 SIM フリーなので、どのスマートフォンを買っても、どこの通信事業者の SIM も使えるっていうようになってるっていうことと、あとはその、まあ、安くスマートフォンを購入させるために、2014年ぐらいから、中国製のシャオミーであるとか、ビボとか、オポというブランドを積極的にインドに導入させたっていう背景があります。で、次に、これ意外と日本の企業の方とか日本に住まれてる方はご存知ないんですけど、今も結構ですね、世界のトレンドはインド人あるいはインドから、スタートしてるって言っても過言ではない状況になりつつあります。で、もう今はここにありますような世界のトップクラスの、企業さんが R&D 拠点をどんどん構築しておりまして、ここに関しましてはまだまだ日本企業は非常に遅れを取ってるっていう状況と、この左側の、トップ企業の CEO はインド人が多いってこともあるので、これから先どんどんですね、やっぱインド人の影響力っていうのは伸びていくっていうのは間違いないというふうに考えています。で、これも非常にやっぱ今後そのインドに参入することに関しては、重要な、情報なんですけども、インドを境に、見事に、華僑ネットワークが遮断されるんですね。で、インドから西、特に、東アフリカにかけて、中東と、まあ、東アフリカにかけては、やっぱ、隠境ネットワークは圧倒的に強くて、アフリカでも、上流のほとんどはインド人が牛耳ってると言っても過言ではないので、単純にそのインドを巨大な市場として捉えるんではなくて、インドを拠点とした中東アフリカへの戦略拠点として、中長期にわたったプランを立てられるのが望ましいということが言えると思います。まあ、要するにインドで製造拠点を作って、これもすでにその鈴木さんとかパナソニックさんとか、ダイキンさんとかもすでに実行されてるんですけど、まあ、インド製造拠点として中東アフリカへの輸出拠点となりつつあるというところでございます。で、まあ、日系企業の成功事例、まずその、まあ、大手企業をいくつかご紹介して、ここに関しても失敗事例は、後ほど多分そのご紹介されると思いますので、割愛させていただきますけれども、まずやっぱり一番大きいのは、その1981年にインドに参入されたスズキ自動車ですね。で、この時、そのインド政府は日本に一
出向いてですね、当然ですけど、日本のリーダーであるトヨタ、日産、ホンダ、マツダ等に、相談に持ちかけたんですけど、まあ、ことごとく断られてですね、最後に行った鈴木自動車の、鈴木治さんですね、今は相談役だと思いますけども、が、そのインド市場にポテンシャルを見出して、インド政府と合弁事業をスタートするってことを決定された。で、これはまあ裏話なんですけど、当時のその役員会で審議をかけた際に、当時のインド、あ、すみません、鈴木自動車の役員全員が反対したそうなんですけど、まあ、鈴木治さんがもう独断でやると決めてスタートした。まあ、結果として、今でも40%近いシェアを持った、インド最大の自動車メーカーとなっておりまして、で、現状、ハリアナに6工場、グジュラート州に3工場で、年間225万台の生産量を持ちまして、で、先日ですね、去年ですけども、2030年までに400万台に上げるというふうに、発表されました。まあ、これはその今のインドの自動車市場は大体400万台弱なので、まあ、インド市場で全部取るっていうんではなくて、中東アフリカへの輸出を見据えた上での400万台っていう数字になっていると思います。で、あとこのシェア見ていただいて分かると思うんですけど、その他のアジアではトヨタさんは圧倒的に強いんですけども、まあ、ことインドに関しては、順位的にはまだ、6位ですね。あ、5位か。2、3、4。6位ですね。に甘んじてると。で、上位の、5社のうち2社が韓国勢、2社がインド勢と。で、まあ、韓国勢が強いっていうのは他のアジアでもあると思うんですけども、インドの特徴としてはやっぱインド地場のメーカーさんが強いっていうのが、まあ、ASEAN とかとは、まあ、圧倒的に違う市場であるってことが言えると思います。で、もう一つの、まあ、成功事例としましては、これはインド政府と組んだわけではなくて、そのインド参入が84年なんですが、その時にその、自動二輪ではなくて、その自転車のメーカーのヒーローという会社とジョイントベンチャーを作って、で、ヒーローが持っているセールスネットワークとか、サービスネットワークをうまく活用して、ヒーローホンダという会社を作って、15年ぐらいに、もっとですね、25年ですか、ジョイントベンチャーでインドの二輪マーケットを、席巻していきて、で、2022年時点では、ホンダ単体で、620万台生産するまで大きくなって、で、これも一つの成功事例。最初、その、まあ、インド市場にエントリーするときに、合弁で、インドのパートナーと、市場を学び、ネットワークを作って、で、それをしながら、そのスクーターの販売会社を並行して作って、そこにどんどんやっぱビジネスを、二輪のビジネスも移管していって、現状に至っているということで。で、今やこのヒーローと、ホンダ二輪とで、市場の50倍以上、取っているっていう、まあ、本当に大きな成功事例である。で、これも、先ほど、その、マリスキさんと同じように、インド市場だけではなくて、中東アフリカへの輸出拠点としてもどんどん進めていって、で、当然ですけど、輸出するにあたっては、やっぱりコストが非常に重要になってくるので、部品に関してもやっぱ現状化を超スピードで、進めているっていうのが現状の状況でございます。で、これは、割と珍しい、その、独資で成功した事例なんですけど、そのインシャームさんっていうのが2007年にインドに参入されまして、で、すでにもう当時その、まあユニチャームであるとか、アメリカの企業がオウム市場を席巻してたんですけど、ユニチャームさんが入ってなんで成功したかっていう一番の大きな理由は、その当時ですね、パンツタイプのおむつがなくて、ユニチャームさんが初めてパンツタイムのおむつをインドに導入した。いわゆるその差別化を図る商品があったっていうのが一番の強みで、それによって、まあ、従来のこの折りたたみタイプのおむつよりは使い勝手がいいもあって、そのインド人に非常に受けて、それで一気にシェアを伸ばしていっ
ったっていう非常に大きな成功事例で、まあ、今も工場3つありまして、トップシェアにかなり近いナンバー2のポジションを十数年で、築いたっていう成功事例となります。次ですね。これは多分皆さん一番気になりたい部分だと思うんですけど、じゃあインド市場に入るにあたってはどういうことを気をつけたいかいいのかっていうのを、まあ、いくつかのポイントについてお話しさせていただきます。ここに書いてある通り、そのインド市場責任者の選定から実際そのインド企業のマーケティングに対して一つずつ、簡単にですがご説明します。で、まずそのインド市場責任者の選定、これはその実際インドに行く人を誰にするかではなくて、そのインド市場の戦略を作る、担当をどういう人を選ぶべきかっていうことの、ポイントとなります。で、できればですけど、海外事業経験者で、なおかつその東南アジアとか中国ではなくて、欧米市場の経験値を持たれた方が、そのインド市場責任者になることが望ましいと考えます。なぜならですね、その後説明しますけど、そのインドっていうのは日本を見てないんですね。その東南アジアみたいに。で、日本に対する憧れもないですし、どちらかっていうと、やっぱり欧米、特にイギリスとかアメリカのその慣習であるとかビジネスマインドっていうのを、追っかけているところが強いっていうこともあって、その中国とか東南アジアで得た知見であるとか経験値があまり通用しないっていうこともあるので、まあ、できれば欧米の市場の経験者が望ましい。なおかつ、あとインドっていうのは非常に巨大な市場であるので、その、できる限りもオーナーと直轄でコミュニケーションできるような立場の人がいいと思います。で、冒頭でご説明した通り、英語が標準語になってまして、ビジネスをしている人で英語を話せない人はほとんどいらっしゃらないので、英語でのコミュニケーションというのはマストになってまして、で、もう通訳を使ってやるっていうのは極力避けた方がいいと思うんですね。やっぱりその通訳の能力によっても左右されることがありますし、その専門用語もわかんない通訳が多かったりするので、できる限り自分の言葉で、その片言であったとしても自分で英語でコミュニケーションできるような人が望ましいと思います。で、あとそのインド州に入る前に、まあ、今回のそのセミナーみたいなものを聞きいただくであるとか、まあ、インド州に関するその指南書っていうのはもう数多く出回ってますので、まあ、少しそれで勉強していただいた上でインド市場に入るってことが大事だと思います。で、次に商品サービスの市場性。これ結構大事なんですけど、意外とインドはでかい市場だから行けばなんとかなるって思われてる企業さんが意外と少なくなくて、やっぱりその市場に参入する前にやっぱ市場規模とか顧客とかいろんなデータを、整理した上で、その参入を決めるってことが非常に大事となります。当然ですけど、材料とかコンポーネンツの現状がどれぐらいできるのかっていうのも非常に大事だったりして、結果的にもコストに跳ね返ってきたりしますので、まあ、そういう意味では、その今回のセミナーであったりとか、あるいはそのジェトロさんの中小企業のプラットフォームとかを活用されることがいいかなと思います。で、3つ目、進出形態の選定。これは独資がいいのか、合弁がいいのか、まあ、企業規模とかですね、内容にもよると思うんですけども、できる限りですね、コスト効率とか時間の短縮を考えれば、合弁事業を我々はお勧めします。で、ここはその信頼できるパートナーが見つかれば、ほとんど問題ないということと、あとはそのインド独特の法律であったりとか、あとその許認可のノウハウもすでに持ってたりするので、日系企業は独資で入るとその辺で結構戸惑って時間がかかったりすることが非常に多いので、そういったところが、まあ、短縮できるという部分。あとその先行投資として土地を買って工場を建てるのを全額日本が持つ必要がなくて、で、まあ、インドのパートナーがすでに工場の土地を保有してたので、そのカペックス、上物だけに投資すれば、事業がスタートできるというようなメリットがあると。あと、これが一番大きいんですけど、日本人ってそもそも営業、マーケティングが弱いんですね。まあ、日本人って言いますか、日本の企業全般、そうなんですけど、そこで、その辺の、
ネットワークを有している優秀なパートナーが見つかれば非常にインド参入がしやすいっていうところ。で、あとはそのインド人雇用するには結構やっぱり日本人は難しいので、その辺の人材確保もそのローカルのリソースをうまく、活用できるっていうところがあると思います。で、あと具体的にじゃあインドで現地法人を起こしてどういう人をインドに送るべきかっていうところなんですけど、まあ、これはさっきも申し上げた通りですね、インドでカントリーマネージャーになられる方は、まあ、英語がある程度できるっていうのが非常に大事であるということと、経験値としてはその東南アジアとか中国の経験値よりは、ヨーロッパであるとかアメリカでの、駐在経験がある方が望ましいと。で、インドっていうのは、まあ、よく日本の、メーカーさんが、投資に関しては、5年ぐらいの回収を、目処にされてる企業なんですけど、インドはやっぱその5年の回収っていうのはほぼほぼ不可能なので、10年ぐらいのロングテールで、回収せざるを得ない。そのためには、その2年、3年ごとに駐在を変えてると、なかなかうまくいかないので、最低でも5年間はその方がカントリーマネージャーとして、インドにコミットできるような人を選定されることが非常に肝要になるかと。で、インドっていうのはなかなか計画通りに物事が進まない国なので、まあ、その辺が臨機応変に対応できるようなフレキシブルな方が望ましいと思います。で、当然ですけど、そのインフラもまだまだ追いついてないっていう国なので、まあ、精神力並びにやっぱ体力も相当必要だっていうところで、そこも非常に重要なポイントになインド拠点の選定。これは、その営業拠点に関して、あるいは管理拠点、ヘッドコーターとしては、まあ、できれば、そのインドの主要都市、デリー、ムンバイ、バンガロール、チェンナイ等に置かれることが望ましくて、で、当然ですけど、その顧客のマーケットが大きいエリアから近いところを選ばれることが、まあ、効率性がいいと思います。で、これに関しては必ずしも製造拠点と同じ必要はないんですけど、まあ、日本人が駐在するって意味では、我々がいるグルガオンみたいな、サービス体制が非常に整っているところが、まあ、駐在員としては非常に過ごしやすいっていうところは、否めないかなというふうには思います。で、まあ、製造拠点に関しては、ロジスティックスのインフラもまだまだ整ってない国と、あとはその日本からどれぐらいの、パーツなりを、輸入するかにもよるとは思うんですけども、単純にその土地の価格だけではなくて、そこで供給されているインフラとか、気候とか、例えばその我が住むそのデリーエリアではですね、年間気温差50度ぐらいですよね。で、夏は、45度とか、平均になる中で、当然その45度で工場でエアコンなしでは全く作業ができないので、当然その空調も入れなかったきゃいけないとかっていう、そういうプラスアルファのコストがかかったりするので、で、一方で例えばバンガロールとかは年中温暖な気候でエアコンを使うことがほとんどないとかっていうメリットがあったりするので、その辺のいろんなファクターを取り入れた上で、まあ、製造拠点を選定されるっていうことが非常に大事だと思います。で、人事総務マネージャー、これは特に製造業とかに多く当てはまるんですけども、あまり多くの人を地元からリクルートしないってことは非常に大事で、もう一つは日系企業を経験したことがあるっていう人を雇用すれば安心かっていうと、そうでもないっていうことも多いってことはご理解いただければな思います。で、これ何で言ってるかっていうと、今までは結構その日本から派遣される駐在の方が任期が3年ぐらいが圧倒的に多くて、で、3年間ごとに社長が変わる会社に勤めているインド人は今優秀な人ほど居つかないんですね。で、そういうところにずっと居ついてるインド人の社員で優秀な人はあまり見受けることがない。あって、まあ、そういうこともあって、日本企業に勤めてから安心だっていうことは全く当てはまらないってことは、ご理解いただければなと思います。で、どちらかっていうと、その過去の経験値を重視された方がいいので、あとはそのリクルーテージェントに関しても、その
日系企業のリクルートエージェントだけを使うんではなくて、まあ、当然、日系企業のリクルートエージェントは非常にそのフィーも高いかったりするので、あとはそのデータベースもインド地場のリクルートエージェントに比べると非常にやっぱり限られたデータベースになったりするので、まあ、そのオプションとして必ず現地のリクルートエージェントも使って、雇用するってことが、非常に大事であると。あとその、特にその製造業の工場の、プロキュアメントですね、資材部の人の雇用を地元で取っちゃったりするとですね、気がついたら、外注先が全部親戚だらけになってたので、すごく多いので、この非常に気をつけなきゃいけないポイントではあるかなと思います。で、実際インドで工場を立ち上げて運営するにあたっては、まあ、できる限りやっぱ海外での工場の立ち上げ経験者が欲しいと、まあ、ある程度ですね、英語の会話能力があった方が、スムーズに進むであろうですね。あと、この最近インドで多いのは、他のメーカーさんとかで、インドでの経験値を積まれた方が、まあ、定年を迎えて帰国されて方も結構いらっしゃるんですけど、そういう方を再雇用として、別のメーカーさんが雇用されて、再度インドに赴任するっていうケースが非常に増えてるので、もし社内にその適性のある人がいないんであれば、そういった部分も一つオプションとして考えられると、意外とそのインドで定年を迎えられた方でもうちょっとインドにいたいんだよねっていう人は結構お会いするので、そういった方はその経験値とかコミュニケーションスキルとか、あとはインド人を使うってことを非常にやっぱ長けてらっしゃるので、そういう方を、再雇用するっていうのは一つのオプションとして非常にやっぱり有効であるかあとは、その組合を作らせないっていうのが非常にやっぱ大きなポイントなので、特にその LINE で働いているような社員とかは契約社員で賄って、その需要に対する調整もできますので、そういったところで臨機応変に対応することが非常に大事であるかなっていう。で、次に大事なのは、この日系企業が主なお客さんである場合はちょっと別なんですけど、インド企業に対しての営業が非常に大事である場合は、その経験値が非常に大事ってことと、あと営業マンの手腕が全てみたいなところがあるんですね。人脈が非常にやっぱ強いってことと、あと東西南北で地元意識が非常に強いので、そこの人脈に長けてる人を入れる入れないでは、結果がおのずと変わってきてしまうってことがあって。で、できる営業はやっぱり給料も高いので、そこはケチらない方がいいと思います。で、まあ、方法としては固定給をある程度抑えて、結果次第でインセンティブを与えるような企業体験にすれば優秀な営業はうまく使えるかなっていうふうに思います。で、インド企業に対するマーケティングに関してはこういった優秀な営業マンを使って、全国に一気に行くんではなくて、それぞれに強い営業マンをうまく使って、東西南北、最低でも東西南北の4つのリージョンに分けて、それぞれに合った営業方法を使う。あと、これは日本ではまだそんなに進んでないと思うんですけども、結構そのオンラインのプラットフォームが充実してまして、B2B ビジネスもそのオンラインを活用してのインクワイリーがあったりとかっていうことが非常に増えてたりするので、そこをうまく活用することも、大事であろうかなというふうには思います。で、まあ、今ご説明したものを簡単なまとめが、ここに書いてある通り、責任者だったりとか、まあ、雇用の留意点というのは、まあ、後でこれを見ていただければなというふうに思います。で、最後になりますけども、2つばかりですね、在院の中小の日系企業の、事例をご紹介します。まず1つ、これはですね、成功事例ですね。創業1925年という割と老舗の、まあ、関西のメーカーさんで、まあ、社員数が180名、国内拠点が13、海外には北米、中国、タイとあります。で、実際製造拠点としては北米、中国とあって、営業拠点としてタイとインドに構えられていまして、
で、ここが何が良かったかって言いますと、まずそのインド市場責任者は、まあ、欧米駐在の経験者が任命されたと、あと彼がもう社長直轄のルートを持っていた。で、赴任、まあ最終的に彼が赴任したんですけど、赴任までにやっぱりインド情報に、奔走して、まあ、インドセミナー等も積極的に参加して、まあ、情報をどんどん集めて、で、あとそのインド参入する際に、そのジョイントベンチャーではないんですけども、近い業種の経験豊富なインド人のカントリーマネージャーをアドバイザーとして契約して、その事業戦略であるとかを一緒に作ったっていうところが大きいかなというふうに思います。要するに、店舗立ち上げるまでに彼とそのインド市場責任者が協業、うまく協業できたんですね。で、アドバイザーからその日本の製品をただインドに輸出して売るだけでは、その市場がまだそこまで成熟してないので、まあ需要に合った商品を中国等で OEM したことも含めてインド市場に入った方がいいってことで、まあ、その、ガイドにのっとって、2013年に会社を立ち上げまして、そのリクルートに関しましても、そのインド人アドバイザーに一任して、雇用した人たちは今でも幹部として雇用して、まあ、信頼できる人たちを雇用したっていうこともあって、今でもうまくいってると、あとその日本製にこだわるとか、その企業が作ってきた商品にこだわらず、インドの市場に合ったスペックのものをどんどん開発して、それを中国の OEM と、ね、作って進めたっていうところが成功事例ということと、あとその設立6年目でも単年度黒字化を達成して、2019年には、駐在員をもう日本に戻してですね、インド人に経営を委ねたというふうな、本当に中小企業の中ではそんなに多くはないんですけど、成功事例の一つ。で、これはさっき僕がその申し上げたポイントをいくつか踏襲してる結果として成功したっていう事例でございます。で、もう一つはインドの参入した日系の失敗事例なんですけど、これはまあ歴史的には本当に古い会社で、インドに進出したのが初めての海外進出だったわけですね。で、なんでその会社がインドに進出することを決めたかというと、その日本の競合の会社が海外拠点を中国に作られたんですよ。で、それを踏襲するのは嫌で、同じことをしたくないので、じゃあ次の市場は何だっつって、インドだろうということで、まあ、社長の独断で じゃあインドに工場を作ろうということで、2009年にその何の事前調査もなくですね、地元のインド人の料理店長を通訳として同伴して来院しました。で、当然ですけど、日系企業が山積する、さっき申し上げたニグラナという 日系工業団地を訪問して、そこに今、50社近いメーカーさんがもうすでに入ってたので、まあ、ここだって勝手に思い込んでですね、もうそこでもうすぐにその土地を購入して、工場を作るってことを決められました。で、なおかつ彼が失敗したのは、その製造業経験とか全くないその日本に住んでるインドのコックさんを減俸の社長として任命して、彼の言われるがまま地元のゼネコンと契約して、まあ、結局お金持ってかれちゃったりとかして、いろいろまあ不具合が生じてですね、実際に工場ができたのは2015年以降なんですね。で、じゃあ、ようやく工場が完成して、売りましょうって言って、そのできた製品をインドで売ろうとなった時に、実はその製品がインド市場にニーズがほとんどないっていうことが分かった。かなりもうちょっと考えられないような失敗事例なんですけど、そんなに珍しい事例ではないんですね。僕が、まあ今までも本当に日系企業さん150社以上と取引いただいてますけど、まあこれと全く同じではないにしろ、こんなような感じでインド参入をされて、
何年もお金を無駄に使い続けて、まあ、インド人にある意味騙されて、困っているっていう企業さんを見ないことがあまりないぐらい珍しいことではないので、まあ、こういったことがないように、やっぱり事前準備であるとか、責任者であるとか、あるいはそのどこに出る、あるいはその商品、実際商品とサービスがインドで需要があるのかっていうとこぐらいは最低でも調べた上で、インドに参入されるっていうことが非常にやっぱり大事であるかなっていうふうには考えております。まあ本当にこれはで、ちなみに成功事例に関してとか、まあ、失敗事例に関しては、この情報を見ていただくと、大体どの企業かっていうのは当たりがつく可能性はあると思うんですけども、これに関しては、特に失敗事例に関しましては、日本企業の現行の社長さんに、こういった形で失敗事例として紹介するっていうことは、承認を取った上で、今回ご紹介させていただいてますので、その辺は、り気にせずに、情報として、捉えていただければな。最後に、まあ、今日ご説明した内容としては、まあ、意外とその日本とインドは相性がいいっていうことを皆さんにご理解いただければなっていうふうに思います。まあ、お互い民主国家であったりとか、仏教もまあヒンズー教の派生であったりとか、インドは IT とソフトウェアが強い。で、日本はデバイスとハードが圧倒的に強いと。で、営業マーケティングはインドは得意で、日本は意外と弱いっていうこと。デジタルではもうインドよりも、日本よりもかなり進んでたりとか、で、まあ、平均年齢が27歳という若者が非常に席巻しているインドで、労働人口がこれからも安定的に供給される。あと、インドは非常に金利が高い。一方で日本は金利ゼロがずっと続いているような国なので、お金を有効に使えるということでは、互換関係は非常にいいかなっていうふうに考えてまして、まあ、今この通貨高って書いて、もう最近日本円が若干通貨高ではなくなってきてるので、ここはちょっと当てはまらないかと思いますけど、まあこれを見ていただいている通り、意外と総合的に他の関係が図れるようなパートナーとなり得る、国同士でありますので、今後は皆さんも積極的に、インド参入を目指してですね、いただければなというふうに思います。はい、以上、本日私からの、ご説明とさせていただきます。お時間、共有ありがとうございました。はい、荒木様、貴重な講演いただきましてありがとうございました。市場が、現地概況、そして製品を分けるポイントについて、解説をしていただきました。荒木様には引き続き、第3の Q&A セッションの方にご参加いただきまして、事前にいただいた質問に関する議論にご参加をいただきます。それでは改めまして、荒木様、講演の方、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではお時間となりましたので、第2部の方に移らせていただきます。第2部は、インドビジネスフォーム、先行事例からの教訓と、インドからアフリカへの潮流と題しまして、ワージアロイヤーズ、南アジアプラクティスグループの志村様にご講演をいただきます。志村様は日系一部上場企業のアジア太平洋ジェネラルコンセル、医療機関メーカーのグローバル本部で、企業内本部に従事され、2019年4月からインドに駐在し、インドをはじめとしたバングラディッシュ、ネパール、スリランカ等の南アジアの訪問案件に対応されてまいりました。ビジネス本部の観点から先行事例や、教訓、そしてさらなる広域展開についての方向性について、ご教示いただきたいと思います。それでは志村様、よろしくお願いいたします。皆様どうぞよろしくお願いします。第2部の、担当させていただきます、弁護士法人ワンアジア志村と申します。早速、資料を共有させていただきます。はい、インドビジネスホームということで、先行事例からの教訓と、インドからアフリカへの潮流というテーマでお話しさせていただきます。簡単に事務所の紹介ですね。ワンアジア法律事務所というところに、所属しております。私どもはですね、アジア21カ所に、拠点を持つ、アジアホームに特化した日系の法律事務所ということになります。私はですね、インドのグルガオに駐在しながら、南アジア各国ですね、
バングラデシュ、パキスタン、スリランカ、ネパール等を担当しております。私の個人的な紹介は、お時間ある方は後で見ておいていただければと思います。で、早速ですね、インド進出先行事例からの教訓ということで、今回、6つの例を用意させていただいております。灰色の3つがですね、いわゆる失敗事例と、そして青い、事例3つがですね、成功事例ということでお話しさせていただきます。まず第一の例ですね。これ非常に有名な案件なので、皆さんご存知の方も多いかとは思いますけれども、NTT ドコモが昔、e モード、i モードっていうのをやってたと思います。それをですね、インドのタタサンズという企業と組んでですね、i モードを入れようということで頑張ってたんですけども、ちょっとうまくいかなくなりまして、仲裁に、持っていかれました、ケースがですね。で、いろいろ誇示令って、最終的にはデリ高裁による判決をもって一応解決は見たんですけれども、その後もですね、政府を巻き込んでですね、結構大きなトラブルになったという事例です。ここでですね、タタって何っていう方がもしかしていらっしゃるかと思うので、三大財閥について若干説明させていただきたいと思います。まず、タタグループですね、真ん中のタタグループ。こちらはですね、ジャムシッド・チャ・タタという方が創始者なんですけども、ゾロアスター教のパルシーっていうですね、まあ、少数民族、1%に満たない少数民族の方が起こした企業です。で、パルシーっていうのはもともとイランのあたりにいた配下教徒なんですけども、イスラム教が強くなってグジャラート州の方に入ってきたということで、母国語はグジャラート語になっていますね。で、こういうグループがタタグループですね。で、2つ目のグループ、リライアンスグループというところがありまして、こちらもグジャラート州なんですね。これ、後でお話しする第3部のお話に関わってくるかと思うんですけども、こちらもグジャラート財閥ですね。で、兄弟で割れてるんですけど、ムケシャ・アンバニという方がですね、アジア一のお金持ちと言われるぐらいの、大富豪なんですけども、彼が率いている。ところですね。先ほど荒木さんのお話に出てきたジオっていう通信会社もリライアンスグループの一角をなしています。もう一つですね、ビルラグループ、これが3つ目の財閥ですね。こちらはラジャスタン州なんですけど、聞いたことあるかもしれないです。マルワリっていうですね、家系ですね。マルワリは確か中村天風とかが紹介してた限り、中国商人10人集まっても、ユダヤ商人に勝てず、ユダヤ商人10人集まっても、丸割り商人には勝てないとかですね、そういうような語り口で恐れられている、商業カーストなんですけども、もともとラダスタン州出身だったんですけども、イギリス領イングランド帝国の首都のですね、コルカタで非常に栄えてですね、今では丸割りといえば、一目置かれる出身なんですけども、その中でビルラグループというのは非常に活躍しているということです。話戻します。NTT ドコモとタタサンズの話なんですけども、出資契約がまずちょっと特殊だったんですけども、プットオプションですね。うまくなった時にドコモとしては一定の条件で売ることができる権利、通常契約書に入れますね。ところがですね、インドの外為法で、やや若干特殊な規制になってまして、プライシングレギュレーションということですね、価格を自由に決められないということです、ことがあります。特にですね、この規制が出資契約締結後に変わったんですよね。真ん中あたりの RBI 規制というところ、赤字のところを見ていただきたいんですけども、2013年、14年になってですね、インド非居住者がインド企業の投資からプットオプションを行使して撤退する場合、最終価格は保証される、投資時の価格は保証されず、公正価格、国際公正価格が上限とされるということなんですね。
例えば、うまくいかなくて撤退する場合は、公正価格というのも下がってしまいますので、そうするとですね、回収を期待してた価格が回収できなくなってしまう。出資が外国の外資系の出資者にとっては非常に厳しい規制になっている。裏を返せば、インド企業にとっては非常に有利な規制ということになりますね。で、もともとの契約の中で、揉めたときには、国際仲裁で解決しますということが書かれていたので、ロンドン国際仲裁に持ってきました。で、ロンドン国際仲裁ではですね、ドコモに非常に有利な判断が出ました。結局、他社の方が、義務不履行ですね、ということで、行使価格の相当金額を支払いを命令、損害賠償としてですね、ここちょっと取引なんですけども、損害賠償として支払いを命じました。で、そこで話が進めばよかったんですけども、そのですね、仲裁裁定によって、海外送金のためにですね、RBI というのは中央銀行です。インド中央銀行に許可を申請したところ、これがですね、うまくいかない。すぐ通らずにですね、最終的に中央銀行は不許可としてしまったんですね。つまり、ロンドン仲裁としては、損害賠償を払えということを、タタに言ったにもかかわらず、中央銀行の方で、支払いをしようと思っても止めてきちゃったという厄介な事案でした。最終的に、これは政治的なかなり上の方ですね。多分、モディさんとか安倍さんとかも入って、の解決があったというふうには聞いているんですけども、最終的には、和解条件に従ってですね、結構な金額を、たったサンズから、ドコモの方で、に払うということで、解決はしたんですけども、もう見ていただくとわかるようにですね、もうすごい年月をかけて、やっているわけですよね。大きな話になりました。教訓はちょっと後でまとめさせていただいてますので、次の事案には説明させていただきます。次の事案、こちらも新聞等で皆様、ご認識されているところ多いかと思うんですけども、第一三共とですね、ランバクシーという製薬会社との間の紛争がございました。第一三共がですね、インドのジェネリック大手のランバクシーという会社はですね、買収しました。買収って言っても6割ですけれども。ところがですね、買収直後にですね、工場の方で品質管理問題が見つかったんですね。で、それでですね、アメリカの FDA の方で禁輸措置を発令されました。つまり、当時、この会社の薬品というのは、アメリカ市場が最大だったんですけども、アメリカ向けの製造ができないことになってしまったんですね。これによって、ランバクシーの株価は暴落しましたし、また、アメリカの当局とですね、罰金に代わる和解金というのも、巨額の金額を支払うことになりまして、大きな損失を計上しました。という問題です。これでですね、もともと契約に従って、ここも国際仲裁条項を入れておりましたので、仲裁を手続きを開始したんですけども、最終的にはですね、第一三共に対する損害賠償請求560億ですね、支払いを、元株主、ランバクシーの元株主に命ずる仲裁判断ですよね。出まして、それがそのままインド高裁でですね、執行を認められまして、350億ルピー、約700億円ですね、の支払いが認められたということになります。700億円が大きいのか小さいのか、もともとの出資が5000億でしたので、やはり大損こえたと、平たい言葉で言うとそういうことになるかと思います。はい、ここもですね、ちょっと非常に細かい話になってくるので、今日どこまで話すべきかというのがあるんですけども、契約書の上でですね、このレプレゼンテーションズ&ワランティーという表面保証ですね、ここをどう書くかというところがやっぱ一つの問題でありました。で、結論から言うと、レプレゼンテーブルワランティーに関しては、必ずしも悪くは、問題はなかったんですけども、やはり実地調査とかですね、そういうところが怠っていたために、ちょっとデューディリジェンスがうまくいっていなかったということはあると
というふうに考えます。表面保証というのはあくまでデューディリジェンスでしたけども見つけられなかったところを担保していくものなんですね。逆に言うと、デューデリジェンス、もうちょっとしっかりしておくべきだったんじゃないかというようなお話は聞いていたりします。もう一つですね、このインデムニティクローズ、保証条項というところも、ここに関しては契約上の不備があったんじゃないかということが言われております。具体的に言うとですね、何かあった場合、どういった金額をどういうふうに算定して、どういうふうに支払うかというところがですね、若干曖昧だったということなんですね。仲裁では幸い契約責任に基づく損害賠償ということではなく、別の理屈ですね、詐欺を理由とする損害賠償ということで認められたので、最終的には助かったは助かったんですけれども、もうちょっとですね、保証条項をしっかり作っておくべきだったという反省はあり得るところという事案になります。はい。教訓はちょっと後でまとめさせていただいて、3つ目の事案ですね。こちらもですね、新聞等でご覧になった方いらっしゃるかと思いますけども、こちらはですね、多くの会社さんで、潜在的にあり得るところという認識でございます。不正会計が発覚しました。不正は、うまくいってると思ってらっしゃる会社さんでも、ほぼあると。多かれ少なかれある。インドでビジネスする限りあるというふうに思って疑っていただいた方がいいんじゃないかというぐらいたくさんありますし、常時ご相談いただくところです。リコーさんでもですね、2015年にリコーインドの現地子会社を、でですね、利益の水増しという事態が発覚しました。で、その後ですね、再建を試みたんですけども、なかなかうまくいかなかった。で、最終的に2017年にはですね、リコーの本社としても、インドへの支援打ち切りということを決定しまして、自らですね、会社更生手続きを申請したということになりました。これで、関連の損失額は300億円超というような発表がなされています。はい。で、リコーインドの場合、いくつも原因はあったと思うんですけども、まずですね、急成長マーケットへの理解がちょっと不十分だったんじゃないかということですね。売上だけ見るとですね、ビジネス堅調というふうに思われがちなんですけども、それが人為的にですね、水増しされているとかっていうことがなかなか発見できなかったと。不自然な成長と、疑っていなかったのかというようなところですね。あと、ガバナンスの欠如ですね。これ、たまたまですね、上場企業、子会社であったんですけども、インドの、ムンバイ証券取引所に上場してたということがあって、上場会社ってやっぱり一定のレベルの、基準を満たしているということで安心感があるわけですね、出資側としては。出資側というか、親会社としてはですね。それで、チェック甘くなったんではないかというようなことが言われております。あともう一つですね、この内部通報の制度の不存在って、ここは大きいと思います。やっぱり私どもの過去関わってきている例でも、すごく巨額の、不正が発覚したことが何度もあるんですけども、それが見つかった端緒ですね、やっぱり内部通報制度が存在していたからということになります。やっぱり不正はどこの会社でもあり得るんですけども、それを早いうちに、小さいうちに摘み取るということが重要になってきまして、それを促進するものとして、この内部通報制度の存在というところは大きいかと。特に外部窓口を置いているかというのがポイントになってくるかと思います。はい。この3つの事案の教訓をあえてまとめてみますと、こんな感じかと思うんですね。デューディリジェンスの徹底、買収とか提携をする際にですね、実地調査も結構大事ですよと。相手から出してきてる資料だけでですね、ちょっと判断ができないということが多いと思います。まず実地調査行ってみるということですね。その買収とか提携に至らない、もうちょっと
取引先の調査とかでも、デューディリジェンス、最低限のデューディリジェンスにしていただいた方がいいと、ああいうふうに考えております。で、あと契約内容の精査ですね。契約交渉はしっかりインドはしてきます。ということは、これでサインしたら守らなくちゃいけないんだという認識、相手にもあるということになりますので、条項一つ一つですね、しっかり見ていく必要があります。特にですね、利益配分のところが揉みやすい、あと支払い条件ですね、非常に揉みやすいです。どうしても相手が払ってくれないというところですね。ちょっと今日は細かくお話しできないんですけども、いくつか手段というものがございまして、まず前払い比率を大きくしていただくとかですね、遅延利息の部分をしっかり書いていただく、他にですね、先を日付小切手、PDC というのは一種の担保の代わりになるので、これをご利用いただくとかですね、インド特有の、管理方法がございます。他にはやっぱり紛争解決条項、特にインドはですね、裁判になると非常に遅いし、時間かかるし、お金かかるしっていうことがありますので、国際仲裁条項をしっかり、交渉しておくということですね、いうようなことが必要。あと撤退条項ですね。はい。で、あとはコンプライアンスの徹底、こちらも先ほど申しましたように内部通報制度をしっかり担保して、誰か必ず見てますので、誰か必ず見てるんですけど、こういった安心できる制度がないとですね、部下はその、特にインド人のマネージャーの顔色を見て仕事してますので、絶対不正が上がってこないですね、見ているくせに。ということがありますので、こちらのコンプライアンスの徹底っていうところは、その後で大きな不正が上がってこないようにするために非常に重要になってくるかなというところですね。はい。一応、日本の判例も挙げときましたけど、今日はちょっとあんまり法律の話はしない方がいいかなと思いますので、参考までに後ほど見ておいていただければと思います。あとは、専門家への相談がいつでもできるような体制にしておくということですね。はい。はい。で、次にですね、青い、色で分けてます、事例456、成功例の方ですね。先ほど、マジスさんは、荒木さんの方からもお話はあったんですけれども、やっぱり典型的な成功例ということですね。お話しないわけにいかないかなと。まずですね、この市場参入は非常に早かったんですよね。先ほどのお話でも1981年というふうに、伺いましたけれども、非常に早く進出していったということですね。だいたいどこの市場でも、トヨタさんとか日産とか、ホンダさんが強くても、鈴木さんがそれを上回るってあまりないような気がするんですけど、インドでは圧倒的にブランド力ありますし、圧倒的に売れているということですね。それが功を奏したのは、やっぱりその、創業者の方の、賢明さとですね、早期参入ということがあったということだと思います。他にもですね、非常に現地化戦略がうまくいっているということなんですよね。例えばですね、インドの道路って非常に、今でもそうですけど、未舗装が多くて、かつガタガタだったりするところあるんですね。そうするとですね、それに合わせて車高を高くするとかいう設計をし直すとかですね、そういうようなことをやって、うまくインド市場にフィットしたというふうに聞いております。あとはコストですね。とにかくインドの消費者さんは非常にコスト意識が強いのでですね、コンペティティブな価格を出せないとどうしても入っていけないということがありますけども、そこをですね、鈴木さん非常にうまくやって、成功したということがあります。はい。インドからアフリカへの話、後半にもつながるところですけども、その意味でも非常に鈴木さんうまくやってますね。インドで生産したものを東アフリカに出す。さらにかつ、それがうまくいきだして、アフリカでの生産も始めるというステージに行っていくということになります。はい。次、OK 豪さん。
あまり聞いたことないかもしれないんですけども、インドでですね、ギグワーカーと呼ばれる、例えばそうですね、ウーバーイーツとかのドライバーさんですね、要は、ウーバーが直接雇用しているわけじゃなくて、半分独立事業者の形なんですけども、そういった方々の人材がですね、必要な時に即時に紹介できるような、アプリサービスっていうのを開発したのが OKGO さんです。これ日系企業ですけども。はい。これがですね、まず、寿司ジャンクションっていうのを、2015年から始めたんですよね。私も時々利用させていただいてますけども、これで非常に、うまくいったと。で、その後でですね、4年後に、このギグワーカーの派遣アプリである OKGO さん、OKGO というブランドを、設立しました。で、天気がちょうど、コロナが重なってですね。で、ここで、そのギグワーカーのを、あまり抱えたくない、従業員で抱えたくないけども、そういったニーズは常にあるというところに、うまくですね、対応してですね、スイギーっていうのは、ウーバーイーツみたいな、ウーバーイーツの、インドバージョンと思っていただければ結構ですけども、そういうところを取り込んでですね、非常に大きな成功を収めました。かつ、それにとどまらずですね、現地のスタートアップ企業との統合決断してですね、要はエグジットの、要は資本回収できちゃったというところなんです。つまり、日本人がインドで創業したスタートアップ企業はですね、資金回収まで、投資回収までうまくいったということで、しかも結構短期間ですよね。10年以内でこれを達成しているわけですから、素晴らしいということでですね、先行例として紹介させていただきたいというふうに思います。はい、6つ目ですね、海宝産業さんという会社さんです。こちら、自動車のリサイクルで、世界をかけるということをスローガンに、活躍されている企業さんなんですけども、これがですね、日本だと金沢出身ということですね、企業としては本社があるのは金沢ということになるということです。で、インドに参入したのは、2017年から、インドにおける自動車のリサイクル制度の構築と使用化の試みですね。インドではですね、こうやって事故にあった車とかずっと放置されているのは結構あるんですよね。日本だったら、リサイクルのルートとかって結構確立しているじゃないですか。こういう鉄くずが転がってるってことがないんですけど、インドで結構あるんですね。で、そこでですね、うまく非常に着眼点よろしかったかなと思うのはですね、あとちょうどインドの自動車の規制というタイミングがありまして、ちょうどですね、古い、車の走行をデリーにおいて禁止する判決っていうのが出たんですよ。なぜデリーなのかというと、デリー大気汚染がすごいんですね。冬場とか特に。で、その原因の一つが古い車が吐き出すですね、あんまり、きちんと正常化されていない空気を汚すっていうことがありまして、そこでですね、古い車の走行禁止するっていう判決なんですね。それが最高裁でも支持されまして、その関係で、デリーでですね、自動車のライセンス、リサイクル業者のライセンス制度っていうのが導入されたんですね。で、そこでですね、うまくこの海宝産業さんがですね、入っていったということですね。さらにもう一つうまく工夫されたなと思うのが、このジェトロさんのですね、社会問題解決型ルール、社会課題解決型ルール形成支援プロジェクトっていうのに、ちょうどフィットしたっていうことですね。つまり、その官民挙げて、うまく、促進するっていうことができたということになります。そこでですね、そこで、そういったところが成功ですね。今はですね、もう2025年にはですね、400万台、ぐらいですね、
リサイクルができるというような見込みを持っているということです。はい。で、成功要因についてもちょっとまとめるとどんな感じかというとですね、まず早期参入ということですね。先ほど荒井さんの話だと、私も知らなかったですけど、鈴木さん、鈴木自動車さん、最初は役員の方で止められそうだったということですけども、創始者の方がですね、英断で早期参入実現されたということですけども、やっぱりそういったですね、タイミングを逃したら、もしかしてうまくいってなかったかもしれないけども、タイミングが良かったためにうまくいった。特に開放産業さんなんか、本当にそうですし、OK 号さん、ちょうどいいタイミングで、必要とされるサービスを提供できたというところが大きいのかなということですね。あと、早く、政府や規制当局と関係を構築することでですね、いろんな有利な展開が期待できると。知財なんかも取っちゃいますね。後発企業に対する牽制になります。で、2つ目のポイントは、やっぱ現地化ですよね。現地化と、あと、うまく適用できたかというところですね。法規制とかですね、排ガス規制とか、あと、税制ですね。鈴木さんにとっては、小型車等の税制優遇をうまく活用されていたというところがございます。というところですね。やっぱカスタマイゼーション、先ほどの、なんでしょう、車高をちょっと高くするとかですね。他にも、例えば、ヤクルトさん、私、見学も行ってきたんですけども、インドでやっぱり冷たい飲み物って体に悪いとされるので、日本だと冷たくないヤクルトは飲みたくないと思うんですけども、常温で美味しく飲めるっていうことをですね、うまくアピールしてですね、市場に溶け込んだと。ヤクルトはもう、北インドでどこでも買えるぐらい浸透しているんですよね。ということがございます。はい。他にもですね、現地政府との連携をうまくやるとかですね、あと、現地パートナーの信頼をうまく獲得するための方法ですね。例えば、先ほど申し上げた2つ目の例、OK 号さんなんかはですね、インド企業とか不動産に投資するっていうことでですね、投資を重ねるっていうことで、インドに非常に根ざしているっていうことをアピールする。とともにですね、在インスタートアップ企業への投資をすることによって、情報とか人脈も広げるということをしてたというふうに聞いております。ということですね。あと、どこの会社さんにも共通することかと思うんですけど、適切な契約の管理とかですね、十分なデューデリジェンスをしていたというところは大きいかと思います。ここは失敗例の例と、対照的になるかなというふうに思いますね。はい。はい、ここまでが前半のお話です。そして、後半の話ですね。インドからアフリカへの潮流という話をちょっとさせていただきたいと思います。ですね、アフリカへの進出ってあまり日本企業は得意としていないところだったんですけども、進出している企業でも中東経由、あるいはヨーロッパ経由でやってたことが多かったという認識でございます。これがですね、ここ5年、10年でどういうふうに関わってきたかっていうと、インドを介入させるというところですね。インドからアフリカへというのが一つの潮流として加速しているという状況がありますので、そこをお話しさせていただきます。まずバックグラウンドとしてですね、アフリカでは急激な人口の増加っていうのが確認されています。従来から出生率は高いところだったんですけども、乳児死亡率も高かったんですね。それこの乳児死亡率がですね、抑えられてきたということがあって、相対的にですね、人口の増加がすごく顕著な地域になっています。人口がかなり大きくなってきていますので、消費市場としての潜在力というのは非常に大きなことになります。かつですね、隠居、華僑ってよく聞くと思いますけど、隠居というのは結構いるところなんですね。特に東海岸ですね。まずここの地域を見ていただきたいんですけど、日本から見てアフリカってめちゃめちゃ遠いじゃないですか。なんですけど、インドって本当このインド洋を挟んで対岸なんですよね。東アフリカと。で、昔からですね、季節風貿易にですね、ここインドと東海岸、
特にですね、アラブ、ペルシャも入れてですけど、ここの辺りの交易というのは非常に栄えていたと。特に、造幣とかですね、香辛料、そして奴隷の貿易ということですね、非常に貿易していたということもあります。ちなみに奴隷貿易にはインドルピーが使われていたということがあるらしいですね。で、インドのビジネス環境の、特徴とかですね、日本企業のグローバル戦略の変化ということもあって、こういった潮流が出てきているところでございます。もうちょっとお話しするとですね、急激な人口の増加、どのぐらい増加するのかと、2050年までに、約20億から25億人に達すると言われています。消費市場としてもですね、2025年までに2兆億ドル、あ、2兆、2兆ドルを超えるという試算が出ております。はい。で、一方ですね、もちろん特有のリスクということあります。アフリカと聞くと、やっぱり日本企業のイメージとしては、これはジェトロさんのデータだったと思うんですけど、やっぱり法規制の準備とかは整ってない、法規制とか整ってないっていうことをリスクだと認識されている。特に行政手続きも複雑じゃないかというところが課題と認識されているということですね。やっぱりその対策としては、やっぱりないわけじゃないので、現地の法律、法規制をしっかり認識すると、で、リスクについてもしっかり研究しておくということですね。また、アフリカっていうのは国によって法体系が大きく異なりますね。大きく分けても、イギリスの支配を受けていた国、フランスの支配を受けていた国、ポルトガル支配を受けていた国、ということがありますし、北の方、アラブの、支配をずっと受けてきましたので、いろんな特徴があるということですね。なので、十分なリーガルデューディリジェンス、そして法律事務所等との協力関係を構築しながら対策を立てていくというのが一つのポイントになってくるかと思います。隠居についてのお話、もう少しさせていただくと、やっぱりインド系の移民がなんで増えたの多いのか、昔からいるのかっていうのはですね、やっぱり東アフリカに、南アフリカはイギリス領だった国が多いわけですね。で、インドも同じイギリス領だったということがあって、インド人のですね、商人、特にグジャラート州とかですね、そのあたりから、先見の明がある方、結構移民していたということがあります。そしてですね、ちなみにアフリカ全土で300万人規模の隠居及びインド、NRI、ノンレジデントインディアンですね、インド国籍は持っているけど、インドには住んでないっていう、アフリカに住んでますっていう人、合わせて300万人もいるんですね。特に南アフリカはそのうち半分もありますので、ね、南アフリカの経済、かなり公的に貢献しているということでございます。そうですね。はい。で、インドで事業展開してきた日本企業にとって強みを発揮できる環境があるということなんですね。具体的に言うとですね、インドで、使っている企業、販売代理店同様ですね、隠居の代理店を使ってですね、アフリカのビジネスを開拓するとかですね。日系企業のインド法人で育ったインド人マネージャーをアフリカに派遣する。つまり日本的なやり方もよくわかってるし、後進国って言ったら失礼なんですけど、要は開発途上国でのやり方、すごくわかっている方をですね、インドに持っていくと非常にうまくフィットすると。これ、昔はヨーロッパとか、ヨーロッパからアフリカを見ている企業が多かったということを申し上げたんですけど、そうするとうまくいかないんですよね。ヨーロッパの文化とアフリカの、文化環境全然違うということもあるし、へこたれちゃうんですよね。ヨーロッパ人とかをつけるとですね、ヨーロッパ人の日本人を持っていくと。インド人をマネージャーさんとしてそのままアフリカ政府で、ね、非常にうまくやってくれるということがあったりします。一応注意点としてですね、インド人というで、一括りにするのもちょっと問題があるかなというところなんですね。で、昔から海をまたいで貿易とか
やってた人はですね、広いインドの中でもグジャラート州の人とかすごく多いんですね。グジャラート州はモディ首相もそうですし、マハトマ・ガンディさんもそうですし、先ほど言っていた二大財閥ですね、一つのタタはダルシーですけど、もうグジャラート州に1000年住んでる人たちですので、母国語はグジャラティです。で、アンバニーさん、ムケシ・アンバニーさんの話もしました。リライアンスグループも、グジャラート州の出身ですよね。という感じで、同じインドでもですね、結構違うんですね。で、グジャラートネットワークに乗れるといいけど、そうじゃないとうまくいかないという話も聞いたりしました。で、インドはですね、28の州と9つの連邦直轄領からなる国なんですけども、ちょうど EU も28の構成国からなりますけど、同じぐらい多様性があると考えていただいて良いかと思います。そのぐらいインドといっても一括りにできないところがありますので、あくまで、そういうところは注意点として必要なのかなと思いますね。はい。で、インド人の何がすごいのかっていうところの一つで、最近よく聞かれると思うんですよ。ジュガールってやつですね。ジュガールっていうのは結局、何とかしなくちゃいけないけど、どうにもならないところで何とかしなくちゃいけないっていうところで、柔軟に物事を解決するっていう概念なんですね。この精神をもうほとんどのインド人も持ってると言いますか、インド多民族で多宗教の国ですから、いろんなことを考えて、自分と考え方が全然違う人の中で育ってるんですよ。その中で自分の意見をどうやって実現させるかっていうことを、こうもちっちゃい頃からも学んでるんですよね。なので、日本人だと計画しっかり立てるっていうことをやって、それでうまくいけばいいんですけど、インドでは計画立てても計画通りにいかないことが分かっているので、あんまりそこに力入れないんですよね。じゃなくて、何か問題が起きたときに、臨機応変に柔軟に対応することができてこそリーダーだっていう感じで育ってきてますので、アフリカみたいにですね、見通しがつかないところですごく発揮するんですよね、その力をですね。ということがあります。ここは本当に日本人ないところですね。っていうところ。あと、アフリカとインドの共通点の大きさ、多さっていうところもあるかと思います。インフラの問題があるとかですね、農業事情が似ているとかですね、食料安保の問題とかですね、非常に似ているというところですね。政府との関係というところもそうですよね。行政がうまく効率的に働かないとかですね、そういったところで結果を出すというところも似ているということになります。はい。あとですね、もうちょっと補足するとですね、欧州経由からインド経由、ビジネスのアプローチが変わったという背景について、例えば、そうですね、そういうことがあるんですけども、まあ、そういう時のパートナーとなり得る第三国企業ということで、どうかっていう。アフリカというとですね、やっぱり元植民地、イギリスの植民地とフランスの植民地が多かったんで、イギリス、フランスの企業と組むっていうのは一つの考え方であるんですけども、そこにですね、ものすごい、インドは植民地化してたわけじゃないんですけども、先ほど申しまして、地理的隣接性とかですね、隠境の存在とか、環境が似ているっていうところ、ということもあってですね、インド企業とパートナーで、日本企業がアフリカに進出するっていうのがですね、非常にもうトレンドになっているということが言えるかと思います。はい。さらにですね、インド製造品のアフリカでの市場での販売ということですね。インドで製造した販売をアフリカで、販売するということで、効果的な、供給チェーンが構築できるということがあります。具体的に一つ挙げると、エアコンのメーカーさんのダイキンさんですね、かなりインドからアフリカを早く実現した有名企業の一つなんですけども、こちらでですね、インドで製造したものをですね、ケニアを拠点に東アフリカで流通されているとかですね、ということはございます。
で、ケニアの環境基準、例えばですね、ケニアってエネルギー効率をですね、製品に表示しなくちゃいけないとかですね、独自の規制があって、それって結構欧米の企業が進出する際に面倒くさいな、対応難しいなっていうところなんですけども、そういったところですね、大金さんとかうまくやってらっしゃるんですよね。やっぱりインドで身につけられた見識を応用されているのかなというところが見えますので、そういうことがあるかなというところをご紹介させていただきます。はい。一応これで一通りなんですけど、若干事前にいただいた質問があるので、そこに関して、まあ、普段よく使っている法律の、ところが後ろにあるので、時間ある方は見ていただければと思うんですけど、例えばですね、インドでのコンビニとかどうですか？やるときに同意書がやれますか？なんていう質問があったので、すいません。ここから、ちょっと見ていくとですね、インドは結構ですね、外資規制、まあ、あるはあるんですけども、その細かいんですね、分け方、切り口が、細かくてですね、イコマスなのか、単一ブランド小売業なのか、複数ブランド小売業なのかっていうことでですね、規制が結構変わるんですよ。で、コンビニっていうのは、マルチブランドの製品の販売になりますので、一番やりにくいというか、規制が複雑なところなんですね。例えば、セーフルートで上限51%。セーフルートっていうのは、要は、このリストに書かれていない場合は自動的にやっていいですよっていうのが自動ルートなんですけど、政府の承認にかかってしまうっていうところですね。めんどくさいということですよ。で、上限が51%。権発動で阻止できない60、76%とか取れないということですね。で、最低投資金も結構大きいということですよね。で、EC の小売、同時にできないといった規制があったりします。というとこですね。はい。あとですね、アフリカにおいて製造業以外の産業をどうですかっていうご質問を事前にいただいて思います。ここでは書いてない、書かなかったか。ですね、製造業以外にも、やっぱりノウハウを提供するという、コンサルティングとかですね、あともう一つ出資ですね。要はアフリカの企業とか、アフリカに一緒に組んで、できそうなインド企業が必要しているところって、技術の他にお金っていうところがある。です。なので、で、日本企業としてはまず少額出資から始めて、要は物とか提供せず、技術もちょっととりあえず待って出資から始めようっていうところですね。それは一つのアイデアといいヒントになってるかなと思います。またですね、あと、そうか、あとももう一つ別の質問ですね。インドを通すことのメリットっていうようなことがあった質問が出たと思うんですけれども。例えばですね、インドから、例えばアメリカに、繊維をし、あの輸出しようとすると27%ぐらいの関税がつくんですけども、インドとエチオピアはですね、昔からの、いい関係を築いていて、2カ国条約とかもあってですね、そこをほぼ無税でできるんですね。で、インドに進出している日系企業も企業の国籍としてはインド企業ということになりますので、インドから例えばそういったものをですね、エチオピアに輸出する際に、その、免税の、恩恵をそのまま受けれるということになりますよね。こういったメリットを使うということができますので、インドから、インドをかますことのメリット、日本企業はどこにあるのっていうポイントの一つになってくるかなというふうに思います。はい。一応、お話ししたいところはできたかというふうに思われます。一旦、私のパートは終了ということにして、あと質問がありましたら、そこで回答させていただきたいというふうに思います。
はい、志村様、ご講演の方いただきましてありがとうございました。経営法務に関する基本事項から、具体的な事例ですね、そして、アフリカとの関係性ということで、多岐にわたる、情報をいただいたというふうに理解しております。改めて貴重な講演いただきましてありがとうございました。志村様にも引き続き Q&A セッションの方にご参加いただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは続いて、セミナー第3部の方に移らせていただきます。第3部は Q&A セッションということで、引き続き荒木様、志村様に、ご協力をいただきながら、今回の講演内容や事前にいただいた質問に関連したテーマについてディスカッションを進めていきたいと思います。またここからは、弊社のマッチングアドバイザーとして、インド駐在歴8年、タイ駐在歴6年を持つ、小田の方に、参加を伴ってですね、司会のサーネット含めて4名で進行させていただきたいと思います。はじめに小田の方からですね、これまでの講演に関連した内容について紹介するとともに、ディスカッションのいざないとしていくつか紹介をさせていただきます。小田さん、お願いいたします。こんにちは。東京都中小企業振興公社、タイ事務所の小田でございます。今日はご清聴、ありがとうございます。私がですね、インドで2度駐在しておりますが、その経験をもとに、簡単にお話をさせていただければと思います。インドを知る、まずキーワードは多様性だと思います。言語、宗教、文化、料理、それぞれ、地域で異なります。その一番いい例がですね、出ました。すみません。インドの紙幣に見られると思います。これはですね、インドの100ルピー札なんですけれども、公用語であるヒンディー語、英語、これに加えてですね、地方言語、さらにサンスクリット語の合計17の言語で書かれております。で、皆様ご存知の通り、ヒンディー語はですね、南の方に行けば通じず、インド人同士は、英語でコミュニケーションしているというのをよくご覧になると思いますけれども、まさにこの紙幣が多様性を表しております。また、地域ごとによってですね、先ほど志村先生もありましたけれども、多様性が異なります。北の首都があるデリーのインド人というのは、割と政治家タイプでですね、プライドが高くとっつきにくいというのがありますし、西の方のムンバイは、これはもう商売人の世界でありますので、まあ、結構注意してかからなければいけないのかなと。南のベンガロール、チェンナイあたりの方はですね、これは非常に穏やかな人たちが多くて、かつ論理的でですね、優秀なエンジニアも多数配置されております。また、東のコルカタはですね、これはアジアに近いんですかね、皆さん陽気で明るい、そんなタイプの人がいらっしゃいます。こういう、まあ、多様性の中で、生き残っていくっていうのは大変なことだと思いますが、一つの企業をご紹介いたします。私ども、公社タイ事務所でご支援しております、テラチャージャーのインド企業、テラモーターズなんですけれども、2014年に会社を設立されましたが、現在、オート三輪車、オートリキ車ではですね、シェアナンバーワンを獲得されておられます。これはですね、やはり現地に、現地事情を精通した責任者がおられて、かつ責任を持たれて、かつインド人に寄り添った、徹底的なお客寄りの提案をされて進めたからじゃないかと思っております。まあ、こういう企業もありますので、ぜひご参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。皆さん、ご紹介の方ありがとうございました。先ほどのように、地域性ですね、そして、人種というところの、まあ、様々なですね、意図一括りにできない要素があろうかなと思います。このあたりについてですね、現地に、精通された、お二人とですね、皆さんの方で、それぞれの、まあ、ご意見をいただきながらディスカッションをしていきたいなというふうに思います。今回ですね、300にわたるですね、お申し込みをいただいた中で非常に多くのご質問を、賜ることができました。改めて御礼申し上げます。今回はですね、その中で、共通するテーマとして、こちらの3つのテーマを中心に、話をしていきながらですね、残りの時間で、Q&A にお答えするという形で進めていきたいなと思います。1つ目が、インド人ですね。まさに今、ご紹介したような、人種や地域性と、
というところで、会社に対する忠誠心ですとか、仕事への向き合い方について、ご意見をいただきたいなと考えております。二つ目に、インド会社の召喚主ということで、契約に対する考え方ですとか、ビジネス交渉、巧みさというところについて、触れていきたいと思います。最後に、中小企業の参入可能性ということで、この東京 SME が支援という形で関わらせていただく中で、中小企業の参入可能性があるのか、またあるとしたらどういった業界、業種であればふさわしいのかというところについて、それぞれご意見をいただきたいなというふうに考えております。それでは、まずはじめにですね、インド人に関するですね、ディスカッションをしていきたいと思います。会社への忠誠心ですとか、仕事への向き合い方というところで、インド人の特徴をですね、知識、姿勢等々含めて、ご意見いただきたいなというふうに考えております。まずはじめに、荒木様の方からこのテーマについて、ご見解等をいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、そのインド人の会社に対する忠誠心とか、向き合い方っていうのは、日本人とはかなり異なっていると思います。で、そもそもですね、日本のように終身雇用制度的な慣習がない国っていうこともあるので、一番大事なのはやっぱ給料ですね。で、給料に不満があると、もうどんどんジョブホップしていくっていうことと、あともう一つ、日系企業に勤められているインド人の方で見受けられるのは、ある程度仕事を覚えて、技術的なことを覚えた時点で、そのインド人の社員の、資産価値が上がるわけですよね。で、そうなると市場でもっと高い金を払って、そういった技術とか知見を活用したいっていう、競合の企業がいっぱいある中で、給料高く払うからうちに来ないかみたいな、その引き合いっていうのはすごく多い市場であるので、そういう意味では会社に対する忠誠心っていうのは、よっぽど何らかの形でつなぎ止めておかないと、割と簡単にジョブホップするっていうのが、そのインドの特徴かなっていうふうには思うので、特にその幹部候補生として将来的に、育てたいっていう意思が企業の方であるんであれば、やっぱりそのビジョンとか戦略をきちっと共有することが大事ですね。だから5年後にこの会社はどこへ向かうんだとか、10年後はここまで売り上げを伸ばすみたいなことをきちっと共有した上でやるってことが大事で、その辺がやっぱり多分東南アジアとかとはかなり大きく違うところだと思うんですよね。とにかく俺の言うことを黙って聞いてついてこいみたいなのはあまり通用しないっていうことと、あと、日系企業さんが結構陥りやすい失敗例っていうのは、インド人が日本に対して憧れを持ってるインド人がほとんどいないとか、あるいは日本人に対してリスペクトを持ってるインド人がほとんどいないってことを理解されずに、その中国とか東南アジアでの経験値をもとに同じように接して、全く通用しないっていう事例が本当に多いので、その辺はそのインドっていう国はアジアであってアジアでないっていうふうな認識を持った上でビジネスを進めるっていうのがすごく大事だなと思います。ただ、そうは言っても、実はインド人って結構なにわ節な人も多いんですね。で、僕もそういった浪花節の強いインド人に囲まれて19年間インドで生活してきてるんですけど、だから一旦仲良くなると裏切ることがないとか、例えばその土日でも惜しまず働いてくれるようなインド人もいることもあるので、やっぱりその普段からそのインド人社員との関係を構築するってことは非常に大事であるっていうことが、最終的にその利点につながっていくことっていうことと、あと、そのインド人って日本人と同じように家族を大事にするっていう文化が非常に強いので、単純にその社員だけのことではなくて、その社員の家族の面倒も見るよっていうような姿勢を会社が示す。例えば息子さんの学費を支援するとか、家を買うときに援助するとか、ローンを代わりに出してあげるとかって、そういったインセンティブを供給することによって、縛りつけるってわけではないですけど、会社に対するロイヤリティを上げるっていう方法は、
他のアジアに比べると、もう少しその考えた上で人事を進めることは大事だなというふうに思います。はい。そんなご意見をありがとうございます。日本との違いですとか、一方でタイの、ローカルワーカーとの、人事労務における留意点って非常に関連性があるところも一部あったかなと、ご意見をいただいて思った次第でございます。こちらのテーマについて、志村様の方はご意見の方いかがでございますでしょうか。はい。まず、インド人の会社への忠誠心はないと思っていただいて結構かと思います。基本的にボスを見て仕事をするというのがインド人の、典型的にやり方ですけども、逆に言うと会社に対しては特に思い入れはないということになるかと思います。そこで、転職率も高いですし、ということにつながっていくかと思いますね。あと、仕事への向き合い方ということでは、そうですね、地域性等も鑑みるとですね、まず結構、北と南で残業文化とか違いますね。北の方はサービス残業結構文化としてあるんですけど、日本的なですね、とこあるんですけど、南インドとかですね、ムンバイとか残業しないっていうのが当たり前っていうのがよく聞きます。なのでそういったところはありますよね。あと人種的なところも結構違くてですね、特にそうですね、北インドのヒンズー教の、メインストリームではですね、両家の女性が見知らぬ男性に微笑むのははしたない的な発想を持っている人たちが結構いまだにいるんですよ。なので、ホスピタリティ産業で働く女性はですね、東北地方の方が向いているとかですね、そういった地域性とかっていうのがあったりしますね。もっと関連する話としては、やっぱカーストは避けて通れないところだと思いますね。例えば日本の会社だと、自分の身の回りのことは自分できれいにしろとかですね、会社でクリーニングデーを設けちゃったりすることがあるんですけど、やっぱそれってインドで結構タブーになったりしますね。掃除は掃除カーストっていうのがいたりするので、そういう環境で育ってきてる人です、人たちですので、なかなかそういうとこがフィットしないっていうところかもしれませんね。大体こんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね。カーストというのは独自の、インド、留意点としては、挙げられる部分は非常に、理解が進むところですね。ロイヤリティは、ゼロだという話は非常に、日本の会社にとっては、リーチキーなのかなというふうに、お話を伺いました。思いました。こちらの点について何か小田さんの方に補足はございますか？いや、本当にロイヤリティは難しい問題ですね。で、私が前に働いてた会社では結構長い勤続年数の従業員いたんですけど、その時はですね、やはり荒木さんの、アドバイス、家族ぐるみの付き合いしてましたね。家族を入れたパーティーをやったりとか、家族の面倒を見たりとか、そういう何や節的なことを前面でして、割と結構従業員を長く働いたような気がします。ありがとうございます。そういった家族というところも見た配慮というのが非常に重要ということですね。はい、ありがとうございます。それでは続いて、2つ目のテーマに移らせていただきたいと思います。インド会社の召喚集についてということで、講師の皆様からは、インド会社の召喚集を中心に話をいただきたいなと思います。契約社会に関する考え方ですとか、ちゃぶ台返しですね。交渉の最後で、破綻するというようなことも巷では言われていたりしますが、このあたりは志村様の方が設置されている部分が多いかなと思いますが、ご意見の方いかがでしょうか。はい、そうですね。まず、インドは契約社会です。やっぱり元イギリス領ということもあって、しっかり条件を交渉して、詰めていくという文化があります。この辺ですね、例えばよく私もお客様の代理というか、お客様と一緒に交渉の場に立たせていただくことがあるんですけど、お客様の方でですね、大体会議1時間ぐらいかなっていう感じで取ってこられるんですけど、もう3時間、4時間当たり前だったりするんですよね。めちゃめちゃ交渉時間がかかりますし、タフです。非常にタフ。交渉が非常にタフになります。で、そこまでこだわるっていうことは、それなりに契約守らなければいけないという認識はあるというふうに思っていただいて結構かと思います。例えば、ここはですね、中国の経験があるビジネスマンの方だと、随分違うなと思っていただけると思うんです。
んですね。中国っていうのは、契約が本当にあっさり成立します。全然交渉しないと。その代わり、全然守る意識が全然ないんですよね、中国人。契約条項をそのまま守ったらバカじゃないかみたいなところがあったりします。に対してインド人は守らなくちゃいけないということは分かっているので、契約にこう書いてあるよねって言えば、それはそれなりにやってくれます。じゃあ、実際問題、契約違反が起きないかというと、しょっちゅう起きます。特にそれはですね、支払いに関するところが大きいですね。やっぱり、管理、CFO とかの腕の見せ所として、本来払うべきものをいかに遅らせるかというところがあるというふうに聞いてまして、実際にそういうことが非常に多いんですよね。で、そういう時も、日本企業だと、営業の方がですね、あんまりお客さんなので、あんまり、つつきたくないと関係悪くなるからっていうことがあるんですけど、インドは本当、訴訟社会、契約社会ですので、バンバン、法的催告書っていうのを出していただく必要があるんですね。私たちも非常にお手伝いさせていただいてますけど、そこを躊躇しないで出していただきたいんです。営業さんは営業さんで、いい顔を保ちたいっていうのは、それはやっていただきたいんですけど、うちの法務がうるさいかとかですね、うちの CFO がうるさいから、レターは行くと思いますみたいな感じですね、そこは端的にやってもらった方がいいかなっていうところですよね。で、ちゃぶ台返しって何かっていうとですね、契約交渉を進めてってですね、大体日本の感覚だとお互い詰めて詰めて詰めて最後は締結っていう感じなんですけど、インド人はですね、結構最後のところで今までせっかく詰めて詰めてきたところを、これじゃできませんっていうようなことが結構あるんですね。結構な割合であります。で、大体そこのポイントは価格のところです。最後のところで価格をですね、要は売り、インド人が売り主側であれば釣り上げてくる、買い主側であれば価格を下げようとしてくるっていうところがあるんですね。なので、そういうことがあり得るということを念頭に置いてですね、最終プライスをちょっと売る側だったら、ある程度余裕を持っておくとかですね、多分関西の商人の方はその辺上手と言われるじゃないですか、東京とかよりも。要は相手が握ってくるだろうから、最終価格を最後までちょっと余裕を持ってお伝えしておくとかですね、そういうことがあると思うんですけど、インドでもですね、相手は最後にちゃぶ台を返してくるかもしれないということを想定して、プラン B を考えておくということは必要かなというふうに思います。大体こんな感じでしょうか。はい、貴重な、情報ありがとうございます。まあ、契約に対する、まあ、こだわりというのは、まあ、逆に言うと、まあ、契約をしっかり大事にするということの裏返しというのは、教えていただいたかなと思います。また、ちゃぶ台返しですね。最後の交渉の場面で、特に価格に対する留意というのをあらかじめ想定するということが大事というふうにおっしゃっていただいたかなと思います。荒木様はこちらのインド会社の召喚集に関して何かご意見とございますでしょうか。まあ、大体志村さんが今お勧めした通りだと私も思います。ただ、実際契約書を策定するときに、まあ、基本英語の契約書になるんですけど、どちらかっていうと、例えば合弁契約だったりとか、技術移転契約だったり、まあ、いろんな契約があると思うんですけど、そんな中で相手に任せることが結構多いんですね、日系企業さん。契約書のドラフトをインド企業に作らせて、それを日本側で精査した上で最終合意に持っていくっていうケースが結構多いと思うんですけど、その時に結構日本にいらっしゃる弁護士事務所さんに精査させたりっていうことも少なくないんですけど、やっぱインドならではの商習慣とか、インドならではの法律とかっていうことも考えると、まあ、できればインドの弁護士に一度精査させるっていうことが結構大事。大体ですけど、インド企業に有利なドラフティングになってるんですね。ほとんど。日本とインドの契約っていうのは。だそこが後々日本企業不利益が生じないように、そこは事前に契約、まあ署名する前に必ずインド側でインド法に詳しい弁護士に一度目を通してもらった上で行くっていうのは結構大事な部分だな。ふうに思います。まあ、そういう意味では、志村さんみたいに、
インドに根を張った方がいらっしゃるようなとこを使われる方が絶対いいと思うし、それは結構大事な部分。で、そのさっき言ったその請求出してもなかなか支払ってくれないっていうのはもうインドでは全く当たり前のことで、極端な話、請求書を出して黙ってたら一生払ってくれないと思ってた方がいい。だからもうインド企業は請求書を出した瞬間から催促が始まるっていうのがもうインドのビジネスの慣習なので、で、日本企業はなかなかそのさっきその志村さんおっしゃった通り、特に相手が日本企業だったりすると遠慮がちになったりするんですけど、実際お金を動かしてるのはお客さんが日系企業であってもインド人なんで、そこはもうインド的にシビアに回収に向かわないと、売掛金ばっかり積み上がっていくっていうことで、結果的にキャッシュフローがおかしくなるとかっていう日本企業さん結構いらっしゃると、あと支払い条件もその完了して全額っていうんではなくて50%アドバンスとか、まあ極端な話、日本企業の場合相手との信頼関係ができるまでは100%アドバンスで払ってもらわなかったら商品を出さないとかっていう、そういった企業さんもなくはないので。そういったとこも含めて、そのお金の部分っていうのは結構インド的なことを理解した上で進めないと大きな落とし穴に陥る可能性があるっていう、もうほんとすぐ債務超過になったりっていうのもないことはないので、インドの場合はそこは気をつけていただいたらいいかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。そうですね、なかなか支払いを遅延するっていう意識は日本の中ではまあないんですけど、逆にインドの方ではもうそれが当たり前で、まあ、請求のは、はい、まあ、最初含めて始めるというのは、はい、大変勉強になりました。ありがとうございます。では、3つ目のテーマに移らせていただきたいと思います。中小企業の参入可能性ということで、ディスカッションをしたいと思います。いくつか事例を挙げていただいた中で、まあ、大企業さん、中小企業さんの例を挙げていただきました。特に中小企業ですと、投じれる経営資源というところでは、まあ、大企業ほどではないというのが一般としてあります。まあ、このあたりのいかに、まあ、低リスクで大きな効果を得られるかという観点でですね、まあ、いかに中小企業に参入していけるのかどうか。また、参入する上では、まあ、どういったところであれば可能性があるかという点についてご意見をいただければなと思います。荒木様の方はこちらは、どのようにお考えでしょうか。まあ、私、実はジェトロさんの受け皿で2018年からずっと日本国中の中小企業さんのインド参入に対してのアドバイスをさせていただいていて、で、まあ、大体年間十数社の日系の中小企業さんと、面談とかさせていただいている中で、結構可能性があるなって私自身が思っている企業さんでも、その先あんまり進まない企業さんが実は多くて、年間十数社と面談させていただいて、実際インドに来た企業っていうのは、本当5%にも満たないぐらいな感じなんですね。だからその十数社の中で、僕的には3割、4割は可能性があると思ってても、なかなかこう、実際インドに参入してくる中小企業さんが少ない。で、まあ、それを考えた上で、まあ、一番多分、難しいところは、その、インドってまあ特殊な市場であるので、その、日本人を派遣するにあっても、中小企業さんでなかなかそれに適した人材が、会社の中にいなかったりとか、あと、その、海外展開の経験値が浅い企業さんも結構少なくなくて、海外に出るのは初めてがインドだった、みたいな企業さんも少なくない。ですよね。だからそういった部分で、市場性とか、フィジビリティは非常に高くても、具体的になかなか一歩先に進みにくいって企業さんが多いとは思うんですけど、まあ、そういった時に、まずその、フィジビリティを含めてですね、事前に、やっぱ情報をきちっと収集していただくってことがすごく大事だなと思うので、まあ、できれば、弊社のような、インドに特化したようなコンサルをうまく活用していただくとか、あとはそのジェトロさんとか、その、
のサービスをうまく活用して、無駄なお金とか時間をかけずに市場を勉強した上で来るっていう。ただ、インドの市場どうかっていうと、もう確実にブルーオーシャンなエリアがいくらでもあるので、その辺は諦めずに、方法論を構築した上で参入していただきたいとか、で、例えばその社内に、適性のある人材がいないときは、僕の説明のときも言ったんですけど、インドで定年を迎えられてもまだまだ若い方がいっぱいいらっしゃったりするので、そういったそのインドの経験値を積まれた方を活用されて、再雇用で、そういう方って結構あまりお金にこだわりがない方が意外と多くて、もうちょっとインドで仕事がしたいとか、このインドの市場の、進み方を体感していきたいっていうような意識が強い方が多いですよね。だから、その大企業に勤められた方でも、そこでもらってた給料を、欲しいっていうよりは、インドで生活して、インドでビジネスすることに、生きがいを感じられているような方が、結構最近すごく増えているので、そういう人をうまく活用して、インドさんに図られるっていうのも一つの方法かなっていうふうには思います。そういう意味では、ざっくりとはもう確実に市場性があるのと、志村さんもおっしゃってた通り、インドを単一市場として考えるんではなくて、やっぱ中東アフリカに拠点となり得るので、なんですかね、積極的にインドに来ておる。実際、今、1400社しかいないので、インドには。で、中国にはもう2万社以上日系企業が入っていることを考えれば、非常にやっぱり来てない数が圧倒的に多いので、もうぜひチャレンジしてほしいなと思います。チャンスはいくらでもあると思います。ありがとうございます。冒頭の5%以下っていうのは、非常に、高いハードルがあるなという印象はありますけれども、中には、成功されている例ですとか、マーケット以外に、西を、見据えた、拠点という意味で、活用するっていうのも一つ、方法としてあるなというのは、お話を伺って思いました。志村さんはこちらの、中小企業という視点では何か、ご意見ございますか？そうですね。やっぱり大企業の方は、もう進出済みの会社さんが多いんですけど、中小企業様の方だと、どっかのアンケートで見たんですけど、すぐに、将来的に行かなくちゃいけないのは分かっていると。だけど、まだちょっと準備ができてないっていうような回答を何かで見たんですけど、それってやっぱり考え直す必要があるのかなというふうに思うんですね。やっぱり、先ほど、申し上げたように、先行、早い時期に参入すればですね、いろいろメリットもあるわけですよね。ライバル会社が出ていない中でできてくるとかですね。あと、インド企業っていうのは大体、それなりの品質のものを作れるメーカーさんが多いんですよ。すごく上流なものは作れなくてもっていうところがあるんですね。で、その技術も年々伸びていますので、やっぱり今出ればですね、日本企業の得意とするですね、技術力とか製品力っていうのはすごく活かせると思うんですけど、10年後に関してはむしろチャンスが減ってくるかもしれないんですよそね。うですね。で、進出しようと考えている時期に関してはちょっとまだっていうことだったら、もう早く出ておくことがいいっていうふうに思いますよね。あと、やっぱり課題はいくつもあるかと思うんですね。いい人が出せないとかですね。そう、コンプライアンスの問題が結構ありそうだとかですね。不正を行われそうだということ、いくつかあると思うんです。それぞれに対策があると思います。例えば、私なんかも社外取締役なんかの形でですね、進出、駐在員が置けない日本企業の方の代わりに入って目を光らせるということもあったりするんですけども、そういうような形とかですね、いろいろやり方っていうのはあるかと思いますので、なぜ今参入できないのか、したくないのかっていう問題を詰めて考えていただいて、その対策も考えていただくっていうのが、いいヒントになるんじゃないかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。すみません、もう一つちょっと追加でいいですか。はい、どうぞ。先ほど人材的な資源にやっぱり限界があると申し上げたんですけど、同じようにそのお金の部分、資金面でもなかなか中小企業さんが多大な投資をインドにできないっていうのもあって、例えばその工場を作るとか土地を買うっていうのは結構大きなハードルになってるかと思うんですけど、
そういう意味で、そのインドではお金も土地もいっぱい持ってるインド企業がいくらでもあって、で、そこは技術だけがない、あるいはある程度の技術はあるけど、なかなか抜け出せない、そこに日本の企業の技術が入れば、結構トップレベルまで、例えば自動車産業でも、ティア1プレイヤーとも結構インド企業が多かったりするんですけど、さらにそこから上に行くために日本の技術を導入したいっていうインド企業も結構な数あるんで、そういったところとの合弁も視野に入れて、同じような規模の企業との合弁だけではなくて、相手が全然でかかったとしても、その特殊な技術を持った中小企業さんであれば、十分そのフェアな関係を築ける可能性があるので、その辺もやっぱり合弁先をきちっと探して見据えるってことも大事。そうすると、そのお金も時間もかからずに、インド市場に割と早いタイミングで入れるっていうことと、さっき志村さんもおっしゃった通り、インドの製造業の、技術レベルってこの20年間で著しく進歩してて、一部の産業でも台湾レベルまで行ってる製造業あるぐらいなんですよ。だそこら辺も考えれば、単純な OEM とか ODM 先ではなくて、協業できる技術を持った製造業があるので、そういうとこと組めば、その日本の技術をこう付加した上で、インド市場に席巻していけるっていう可能性がすごく多いので、そこは、なんていうんですかね、考えた上で戦略を立てていただけたら、はい、貴重なご意見をありがとうございます。まあ、中小企業であっても、まあ、パートナーとしての、まあ、インド企業との関わりを活用したりですとか、まあ、タイミングというものを意識しなければ、まあ、可能性としては十分あるのではないかなというのが、まあ、ご両面のご意見かなというふうに思います。はい。先ほど小田の方から紹介したように、まあ、中小企業からですね、まあ、インドに発生して成功している企業もあったりしますので、まあ、ぜひそういった成功要因というものを、講演の中でもぜひ掴み取っていただければなと思います。はい、では、続いてですね、Q&A として、いくつか質問の方を紹介させていただきたいと思います。1点目ですね、志村さんへの、ご質問でございます。アフリカへの進出のハードルということでいただいております。インドを拠点に、まあ、アフリカというものを見据えるというのは、大変勉強になりましたが、マーケットとして、展開するアフリカの国としては、具体的にはどういったところが、考えられますでしょうかという質問です。先ほど南アフリカですか、エチオピアというところを挙げていただいておりますが、マーケットとして見たアフリカについての、ご意見をいただくことはできますでしょうか。はい。日本企業の、特徴としてはデータとして出てるんですけども、東と南アフリカの5カ国に集中して投資が行われているという認識です。まずケニア、エチオピア、ウガンダ、南アフリカ、あともう一つどこだったかなって感じなんですけど、大体その辺ですね。投資が、最近の傾向としてはあると。いうことですね。あとナイジェリアだったかもしれないです。つまり主に東と南ですね。こちらに関してやっぱり進出がしやすいと。その一つの理由としてまず英語圏である。英語が通じやすいということは大きいかと思います。中部アフリカ、西アフリカ、北アフリカの一部はフランス語が公用語になっているんですけども、南と東は英語が通じるということですね。で、たまたま同じ、元イギリス領ということで、インド人の、まさにインドとのシナジーも期待できるということもあると思うんですけども、そういう意味で、ハードルは低めになっているかというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。東アフリカが、まあ、言語的にも、まあ、理知的にも十分、まあ、考えられる、まあ、ということになるかなと思いますね。はい。では続いての質問ですね。荒木様向けの質問でございます。まあ、仮にインドに事務所ですね、おそらく駐在員拠点だと思います。を設ける際に、まあ、ここがいいのではないかなというような、まあ、地域ですね。まあ、業種にもよるかと思いますが、まあ、ここがどうかなというような、まあ、地域的な観点、ご意見としていただけないかなという質問です。いかがでしょうか。まあ、多分その駐在員事務所を開けるっていう目的は、市場動向を把握するであるとか、証券がどうなるかっていう戦略を立てるためにっていうことだと思うんですけど、で、まあ、当然日本の企業なので、日本人を駐在員として派遣するっていうことを考えれば、
パ都市部の、で、なおかつ、その、日本人向けのサービスが充実しているグルガオン、デリーの郊外ですけども、はおすすめになります。ただ、その、最近結構うちにも問い合わせがいただくんですけど、駐在事務所っていうのは、その、できる範囲がすごく限定的なんですね。で、将来的に本当にインドでビジネスをするんであれば、我々はもう駐在事務所ではなくて、現地法人を立ち上げることをお勧めしています。なぜなら、一旦駐在事務所を開けると、それを閉鎖するのは大変なんですね。で、それにお金も時間もかかるのは、結果的に無駄なコストになり得ること。あと、駐在事務所を開ける方が簡単かっていうと、決してそんなことはなくて、簡単とか時間単位で考えたら、駐在事務所を開けるのも、現地法人を開けるのも一緒だし、ランニングコストを考えたとしても大差ないんですよ。それを考えると、まああまり意味がないって言っちゃうとちょっと語弊がありますけど、インド市場を真剣に考えるんであれば駐在事務所ではなくて、で、ただ現法を開けるにはちょっと時間がかかるとか、社内で稟議を通さなきゃいけないとか、まあいろんなことがあるんですけど、そういったことに対して、まあ弊社のもよく外資系企業さんにサービス提供してるんですけど、コンサル会社に駐在員を出向させて、1年間マーケティングスタディをさせて、で、そこで戦略を作った上で原稿を立ち上げるっていうステップを踏まれてる。うちはそのさ、冒頭に申し上げた通り、そのお客様の85%以上外資系のお客様なので、そういった形でうちのようなサービスを利用されるお客様は少なくないんですね。だそういったことも、その駐在員を開けるではなくて、やれることは同じなんで、結果的に。そういったことも検討入れれば、無駄にお金を使わなくて済むし、インドでまずいきなりエンティティを作る必要もないので、マーケティング情報収集が目的なんであれば、そういった方法論も一つの検討として考えていただいた方がいいかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。おそらくまずは駐在事務所っていうような考え方でっていうことはあろうかと思います。まあ、閉鎖のリスクですとか、まあ、本気度が見た、まあ、現行設立というところがむしろ近道になりというのは、はい、大変参考になりました。ありがとうございます。続いての質問です。島田さん宛ての質問ですね。発展途上国ではよくアンダーマネーですね。の話が、つくで聞くということですが、まあ、インドの現状というところでは、まあ、実際に、耳にすることはありますでしょうか、というような、若干センシティブですが、はい、ご質問をいただきました。それは常にありますね。ただ、傾向としては、良くなってきているということがあります。それはなぜかというとですね、モディ政権になって、結構電子化が進められているんですね。例えば、許認可を、前は、窓口に行って、個人的に話してですね、いろいろやらなくちゃいけない、その過程でアンダーテーブルを張らなくちゃいけないということがあったにもかかわらず、あったかもしれないんですけど、その申請が結構電子化で進められる傾向にありますので、そうすると対面せずに、できると。要は、賄賂を要求されないままに、進めることができるということが増えてきてますので、傾向としては良くなってきてます。で、実際としてまだあるなというふうに思われるのが、特に税関関係です。聞くところによると、ちょっと今日ネガティブな話になってしまうかもしれないんですけど、聞くところによると、摘発した、不正のですね、要は関税違反の罰金として政府が回収できる中から、摘発した役人はいくらかボーナスを得られる。ようなことがあったりしてですね、もう躍起になって違反を指摘してくるというようなことがあったりすると聞いています。で、そうすると指摘されるとですね、企業としてはやっぱり賄賂を払ってでもなんとかっていうようなですね、ことがあったりして、で、税関がちょっとそういったことの温床になったりということは傾向としてあったりということがあると思います。で、対策としてですね、やっぱり私どもとしてよくお勧めしているのは、まず書面でやり取りするということですね。何か指摘されていくらか払わなくちゃいけないというんだったら、書面で出してくださいと。きちんとしたものであればお支払いできますけれども、っていうような対応を取っていったことによって、書面を出すっていうのはやっぱり役人にとってすごく抵抗があるので、そこで収まることも結構あるんですよね。なので、傾向としてありますと、で、対策も一応ありますということはお話しできるかというふうに思います。
ありがとうございます。やはり IT というところでは、しっかりと、まあ、データとして残るです。書面として残るっていうところと関連して、まあ、いい傾向があるのかなというのは、はい、話を伺ってないのかなと思います。はい、すみません、ご質問ですね、多くいただいている中恐縮ですが、ちょっと時間の限りもありますので、最後に、多く寄せられた質問としてですね、まあ、ズバリ成功の、秘訣は何ですかという質問をいただいております。一言ずつすみません、荒木先生と村先生の方に、成功の秘訣として、ここではないかというような、ご意見を最後にいただきたいと思いますが、荒木様いかがでしょうか。まあ、大事なのは商品なりサービスなり提供するものの市場性を事前にきちっと調べるところ、それとできるなら独資ではなくて、インドで信頼のおけるパートナーを見つけることだと。ありがとうございます。志村さんはいかがでしょうか。そうですね。まず第一としては、やっぱりインド混沌としたところなので、そこで突破していかなくちゃいけないということで、計画通り進まないことがあるわけですけども、そういったことに関して、ちょっと本社の方でも理解を持っておく必要があるということが一つと言えると思います。もう一つとして、やっぱりつまずきやすいコンプライアンスですよね。どこの会社でも不正はあるものだと思っていただく必要があるとかと思います。それを小さい傷口が広がらないうちに早期に摘むという努力が必要で、例えばそこで内部通報ですね。まだ対応されてない会社さんであれば、ちょっと真剣に考えていただいた方がいいかなというところですかね。大体以上かと思います。はい。ありがとうございます。最後に、はい、貴重なキーワードをいただいた形で、やりとなりますが、Q&A セッションの方ですね、大変議論待ったところで以上とさせていただきたいと思います。第1部、第2部としてですね、お付き合いいただきました、荒木様、志村様、そして第3部から小田様には、貴重なご意見をいただきました。改めてですね、皆様の方に、御礼申し上げたいと思います。今回はご協力いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは最後に、個社の紹介をさせていただきまして、セミナー全体の終了とさせていただきたいと思います。今回、セミナーを主催させていただいた、東京都中小企業振興公社、タイ事務所ですが、麻生区に、事務所を設けてですね、2015年から、経営相談、ビジネスマッチング、そして、今回のようなですね、セミナー等の企画を通じて、日本企業様の、まあ、海外進出、タイ企業とのマッチング支援という形でですね、様々な機会を提供させていただいております。今回はオンラインの開催となりましたが、定期的にですね、リアルイベントのような形で、300名を、数えるような一大イベントも開催しておりますので、ぜひ、日タイ企業の交流に向けた、場としてですね、様々な企画にぜひご参考いただければというふうに考えております。他ですね、タイ以外には、インドネシア、ベトナムには、提携の業者との支援体制も拡充しておりますので、これらももしご関心のある方は、今回、アンケートの方にぜひ問い合わせていただければというふうに思います。はい、それでは、以上をもちまして、東京 SME インドセミナーの方をですね、終了とさせていただきたいと思います。ご出展に対して非常に多くのご鑑賞いただくことができまして、大変嬉しく思います。今回いただいた内容ですね、ぜひ、可能な範囲で、ご回答としてお送りさせていただきたいと思います。最後にアンケートの方ですね、チャットの方でご協力の方をお願いしております。今回のセミナーや、今後のご支援に関するですね、ご意見等をぜひ賜るかなというふうに思います。それでは最後になりますが、改めて、今回は、セミナーの方にご参加いただきまして、ありがとうございました。ぜひ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。